はい、皆さんこんにちは。早いもので今日最終回、5回目となりましたが、よろしくお願いいたします。今日はですね、証拠の構築と顧客を絞ったコンセプト立案と、なんかちょっと難しいことを書いているんですが、今までの4回ですね、1回、2回、3回、2回というのはどちらかというと集客メインの話ですね。SEO、検索エンジンから集客する、キーワード広告コンテンツと、もしくはソーシャルメディアから集客するとか、マスメディアですね、マスメディアを利用して自分のホームページに誘導する方法などが入ってきたんですけど、今回は、その集客した、自分のホームページに集客した後にホームページが悪いとザルになって流れちゃうので、ホームページの改善、中をどうやって作るかということももちろん大事ですというか、ここが一番大事なんだけど、という話を、いたします。で、ちなみにですね、前回ちょろっと話して、ちゃんとスライドを作ろうと思って作ってみたらこんな感じになりまして、ここにある1、2、3、4、5というのを、今回の5回講座でやったわけなんですが、この概要ですね、最初の3時間これを、皆さんにお伝えしたわけなんだけど、それぞれこの中に、もっと詳しいのが3時間ずつぐらいとかセミナーが一応私はできるということで、これは皆さんね、自分入ってないんですけど、なのでもっと詳しく勉強したい方はこういう講座を、ありますので来ていただければと。で、全部やると84時間もかかっちゃうと、私の話は全部終わろうと思ってぐらいかかりそうだっていうことに、この間気づきました。で、今日はですね、この中の、このホームページ売上アップガイドという話をしまして、まあ、コンセプト立案、制約率、この辺の話ですね、をざっとまとめて3時間ぐらいにしてお伝えするという感じになっております。で、まあ、第5回ということで、このカリスマ店員を学ぶとですね、第3章を読むという形で、4つのテーマでやっていきます。はい、まず最初にですね、こちら読書の勧めっていうのがあるんですが、読書の勧めっていうですね、これは、お店の名前なんですけど、ご存知という方いらっしゃいますか？あ、3人ぐらいですね。こちらはありがとうございます。ちょっと実際にですね、映像を見せてあげたかったんですけど、エチカの鏡っていうですね、タモリがやっていた番組に、清水さんという方が、その出られたんですけど、その映像が今削除されていて再現できないので、本当はここに映像があったんですけど、それを見ていただければ分かりやすかったんですが、この読書のすすめの本屋さんっていうのをちょっと紹介したかったんですね。で、どんな本屋さんかっていうと、本当地元にある小さい本屋さんなんですね。だけどお客さんがどんどん来ると、アマゾンとかね、いろいろでっかいね、なんていうかな、でっかい本屋さんですね、蔦屋さんとか、ああいうのあるんだけど、ここに来るのはなぜかっていうと、本を売ってるんではないからなんですね、この本で。で、何を売ってるかっていうと、ここにありますようにですね、例えば、プレゼントで大喜びされちゃう本を欲しいんですけどって言ったら、あ、だったらこれがいいですよとか、今すごい落ち込んでるんですけど、元気になる本教えてくださいとか、だったらこれがいいですよという感じで、本のソムリエなんですね。お客さんが、もうこれを買いたいと思ってたら、もうアマゾンで買ったら署名検索すれば一発で出るわけですね。で、送料無料で送ってもらったりするんだけど、何の本を読んでいいかわからない時に探す方法ってアマゾンでは探せないんですよ。で、それを実際にここの方はやってると。だから、お客さんが来て、なんかこう悩んでたら、お客さんとかも近づいていって、どうされましたと、実はちょっと恋愛のことで悩んでて、たら、恋愛のことだったら、この本おすすめですよ、まず読んでみてくださいということで、本を売っていくというやり方をされている、清水さんという方がいらっしゃるんですね。で、このやり方っていうのは、もう中小零細は特に、自分のお店でやらなきゃいけないこと、もしくは接客で今までやってきたことなんですね。なんですが、結局大手に負けていってるのは、そういうとこじゃないとこに、お客さんの視点が移っちゃうからなんですね。だけどやっぱこうしなきゃ中小零細勝てないので、このような要素をホームページに必要じゃないかということで、今回ですね、ちょっと前半にお伝えしたいなと思うんですが、で、この、清水さんという方がちょっと宣伝しますとですね、
実はですね、新潟に来られるんですね。この方ですね、これ読書のすすめっていう、本屋ですね、東京の方にありまして、ここに、どこでも売ってる本しかないんだけど、ここに来る。で、あとですね、面白いのは、その本って新刊が平積みになるっていうの普通じゃないですか。で、新刊ではなくて、もう随分前からある本が平積みになってます。古くても、この店長がおすすめっていう本は平積みになっているという点で、もう今までの本屋さんとそのラインナップが全然違うんです。だから、その大手のね、大きいとこ行かなくてもここに行く価値があるからとりあえず行くしって言って、店長さんに話聞いたら、だったらこれいいよと教えてくれるからここに行くしっていうことで、やってる本屋さんがあります。もし東京に行かれる機会があれば、寄ってみられるといいんじゃないかなと思います。で、この方なんですけど、この方がですね、新潟にですね、11月の12日ですね、本のソムリエの清水克也さんとか、が来られますので、よければですね、申し込んでいただければと思います。ちょっと私はまだどうなるかわからないんですが、私が前からね、注目してたんですけど、私の友人の斉藤さんが企画して新潟に呼んでくれるようなので、よければですね、参加いただければなと思います。で、つまり今までの、例えば本屋さん、皆さんのお店が本屋さんとしたら、例えば、ジャンル別とかですね、例えば政治の本とかスポーツの本とか、ジャンル別とかですね、もしくは著者別っていうのは、皆さんされるんですよね。もしくはなんか売れている本をですね、をやるんだけど、ここにあるような、例えば心温まる絵本を探したいんだけどとか、読めば読むほど味が出る本を探したいんだけどとか、仕事が右肩上がりになる本を探したいっていうふうに思ったとき、これ悩みなんです。悩みが思ったときに、それを叶える本って検索では見つけられないですよね。で、こういう本を、ちゃんと紹介してくれるってところがミソ。で、本屋の場合ですね、特に、私、皆さんもね、ご経験ある方いらっしゃると思うんですけど、絵本はアマゾンでは買えないんですよ。絵本って、どの本がいいかって結局中身でみんな決めるから、あれって、それでもうこれって決めて検索して買うんではなくて、だから本屋さんって大体見て、この話面白いからうちの子供に読ませてあげたいと思って買ったりするんだけど、なかなかね、アマゾン買わないんですよ。だけど、本もね、絵本もですね、ネットショップで売れてるところがあって、そこはやっぱり、ね、この切り口になってます。こう例えばまず3歳の方に読んでほしいんだけど、こういう親って大事だよってことを分かってもらうために、っていうんであればこの本を勧めたりとか、命の大切さを伝えたいんだったらこの本を勧めたりみたいな感じで、なっていく。だ、結局その本を通して伝えたいことがあるわけじゃないですか、ね、ただ面白いから買わせてるわけじゃなくて、じゃそういうような切り口の、本屋さん、実際に絵本でもあるんですけど、こういうものを、皆さんも考えなきゃいけないよと。で、ちょっと次のページにですね、じゃあ皆さんのホームページは、どのようなネットショップするかということで、ちょっとこれ物販系の話を書いてますけど、見てください。まずですね、左上にあるのが専門店になりまして、これはもう、昔ながらの、例えばパン屋さんとか、魚屋さんとか肉屋とか、こういうのを専門店って言うんですよね。で、昔はこういうのしかなかったんですよ。こういうのしかなかったんだけど、いつから時代が変わって今のになったかっていうと、2番目によろず屋っていうのが出てきたんです。例えば、パン屋さんがパンをね、自分がパンが好きだからってパンを売ってたんだけど、でもパンを買いに来た人が、どうせパンと一緒にね、牛乳飲むんだから牛乳も売ってよと。じゃあ牛乳も売るかと。パンは作ってるんだけど牛乳は仕入れて、じゃあ牛乳も売るかと。で、牛乳売るんだったら、コーヒー飲みたいんだけどコーヒーも売ってるとか、コーヒー飲むんだったらミルク売ってるとかって感じで、だんだんこう広がっていって、よろず屋というですね、何でも屋さん、何でもそこ行けば何とかなるみたいなお店が出てきたわけですね。で、さらに、そのよろず屋をもっと、集客をしやすくしたのがスーパーというもので、もっと広い土地でもっと安くして、
中小でも大きく構えてやっていくのをしようねって言ってスーパーに出てきたんです。で今度は、デパート百貨店というのが出てきたんですね。でデパート百貨店は皆さん分かりますよね。デパート百貨店があってホームセンター、コンビニ、ディスカウントストアとなっていくんですが、ここで、それぞれの店の違いっていうものを、3つの切り口でちょっと見てみたいと思うんですが、例えば店員さん、店員さんはどういう役目をしているかっていうと、専門店の場合は接客をしてるんですね。さっきの本屋と同じように、どうされましたか、何かお探しですかって言って、あ、だったらこれおすすめですよ、酒屋だったら、何を探してるんですかって言って、ちょっと辛口の酒を探してるんだよ、だったらこれとこれおすすめですよって感じで接客をして売ってたのが、今までの専門店ですね。でこういう切り口で見ていくと、よろず屋っていうところも接客はしてるんですよ。だけどスーパーはしないんですね。だからよろず屋とスーパーの違いっていうのは、大きくは接客するかしないか。だから接客をしないので、その分人件費が安くなって、商品も安くできる。で一方でデパート百貨店っていうのは接客をするんですよ。接客しますよね。でホームセンター、コンビニ、ディスカウントは接客しません、基本はね、しません。で何が違うかっていうとですね、接客してるとこっていうのは、商品が定価販売です。要するに安売りしないっていうのは、接客してるから安売りできないっていうのもあるし、定価で売ってるんだから接客してるっていうのもあるし、そういうことで値段を上げることができる。だから皆さんのネットショップも、そういう接客っていう要素を入れることによって、ね、あの本のソムリエのところも一緒です。でそういう要素を入れることによって、価格ではなくてここで買う価値っていうのが作ることができる。で、まあ、唯一ですね、安く売ってないのがコンビニなんですね。コンビニは別の理由で接客してないけど安く売ってませんが、接客っていう切り口がまずある。だから自分のホームページでどうやったら、お客さんにただ商品を並べるだけのね、図鑑みたいなスーパーとかホームセンターじゃなくて接客っていう要素を入れれるか、これ後で話します。で今度は2番目にですね、陳列という切り口があります。そうすると専門店はどうやってるかっていうと、例えばこれからですね、もう経営の期終わっちゃったので、今度は例えばハロウィンとかだと、ハロウィンに、例えばこんなお酒おすすめですよとか、もうすぐ運動会ですね、運動会には、こんなものどうですかみたいな感じで、専門店っていうのは提案をするわけですね。でコーナーを作って、ここはなんとかコーナーって言って、やるじゃないですか。でこれは、接客もそうだけど、接客を嫌な人に対してこういう売り方があるよ、こういうものがあるよっていうのを提案するっていうのが専門店です。だからこの辺も、ただ並べるだけじゃなくて企画を考えなきゃいけないんですね。でそれは今のニーズに合った、今の状況に合った、状態にあって、だったらこういうどうですかっていう提案型のページっていうのが必要になります。これがなかなかできてる人が少ないんですね。反則用のページを作ると、今こんな季節だから、だったらなんとかキャンペーンっていうのを作るんですね。で、よろず屋っていうのは陳列に関して言うと、もうなんか何でも屋になってるので、まあ、ランダムでぐしゃぐしゃみたいな感じです。で、まあ、ちょっと違う形態に発展したのがドン・キホーテですよね。で、ランダムなんだけど、ランダムがいいっていうですね、ごちゃごちゃ感がいいという、探せる面白さっていうのを見つけたのが、まあ、ドン・キホーテなんですけど、一般的にランダム。でスーパーっていうのは、動線順っていうふうに書いてあるんですが、これはスーパーっていうのはですね、もう決まってるんですよね。こう入って一番最初に野菜コーナーがあって、で、こっちは野菜コーナーがあって、曲がると魚があって肉があって、でおかずがあってレジなんですよ。でこれで一周ぐるって回れるんです。で最後のおかずのとこに、ね、いろんな唐揚げとかそういうものがあるんですけど、まず最初は野菜から入る。要するに最初から弁当とか買われたら単価が下がるので、まず今夜のおかず何にしようかなっていうところが入って、でメインに魚と肉のメインに行って、で最後にオプションをさらに買わせて客単価を上げるっていう形になってますね。
これが、スーパーなので、この辺もよろず屋とは違って店員がいないので接客をしないので、その陳列の仕方によって誘導するような仕組みっていうのが作られています。でデパート百貨店っていうのは、ブランド別っていうふうに書いてあるんですけど、デパート百貨店の売りは何なのかっていうと、うちのお店すごいよと思わせなければ、わざわざ高いところで買ってくれないので、ブランドの力を借りなきゃいけないんですね。なのでこんな有名なブランドのものをたくさん置いてるよっていうことを PR しないとお店の価値が上がらないんですね。なのでブランド別っていうのを中心に並べます。でホームセンターは、皆さんお分かりのようにもうジャンル別ですね、倉庫の延長って感じで、もうとにかく、事務的にこうたくさん並べる。でコンビニはですね、スーパーと同じように分かりやすくて、雑誌コーナー、飲料コーナー、弁当コーナー、レジ、この4辺はこの4つしかないんですね。で真ん中にその他という構成になっています。でまず、雑誌の方で立ち読みして、で飲み物買って弁当買ってレジって買うみたいな、形になっていると思うんですけど、これもちゃんと計算されてるんですね。で、最後にディスカウントストアは、箱平積みっていう感じに、なってるんじゃないかと思います。で今度ですね、最後集客っていう切り口で見ていくと、専門店っていうのはもう、地域密着ですね、地元密着なので、そこにあるからこそ、そのパン屋に行くとかというので今までずっと来てたんですね。でそれが集客の元というか、考え方だったのが、よろず屋っていうのが出てきたことによって生活密着になったと。パン屋はパンしか売ってないけど、生活密着しようと思ったらパン屋に売った方がいいわけで、生活密着になった。でスーパーが、よろず屋からね一気にこう変わったのはやっぱり駐車場なんですね。その車社会になって車で行って、遠くてもいいから車で行って、大量に車を入れて大量に買えるから安くするみたいな仕組みを作ったのがスーパーです。で、デパート百貨店の集客のポイントっていうのは、実はですね、当たり前なんですけど店舗でして、でこれ皆さん考えられたことありますかね。今でこそ、楽天ですね、ネットショップの楽天って、楽天に出店してますとか楽天にやってますって言いますけど、楽天が立ち上がった当初って楽天に入ってますって PR にならないんですよ。楽天は楽天の前に会社はやってなかったですよね。他の業態から変わってきたものじゃなくて、ショッピングモールで楽天でデビューしているので、楽天っていうブランドはなかったんですよ、最初ね。楽天に入ったら儲かるって人もなかったんです。じゃあどうやって楽天は自分のブランドを作ったかっていうと、有名なお店を入れたんですよ、ただで。あんなすごいお店が入ってるんだから、すごいじゃんって言って、楽天がすごいってなったんです。で、これは今までのデパートもそうなんです。例えば三越とか伊勢丹とかそういったものも、あのすごいブランドの店が入ってるからということで、そのデパートとしてのブランドがあってるんですね。で、だんだん逆転されると。デパートのブランドの方が勝ってしまう。というのが、その集客のポイントなんです。だから、自分がそういう、こういうモールをですね、ショッピングモールを自分で立ち上げようと思った場合は、結局そういう有名ブランドのお店をどれだけ出店するかっていうところがまずスタートですね、集客の。そうすると後でそのお店につられて客がついてくるというのが、デパートの価格です。でホームセンターっていうのは、もう皆さんねお分かりのように品数ですね、とにかく数が多い。で、コンビニの集客のポイントはもうこれシステムなんですね。で高校生でも、お店の運営ができるようなちゃんとマニュアルがあって、それに基づけば誰でもできるっていう仕組みを作ったからコンビニはすごい。で24時間やって、ある程度の立地条件があって駐車を広くして、じゃあ皆さんが、じゃあ24時間コンビニ始めますと言って、コンビニ横田とか始めて入るからって、多分入らないじゃないですか。なんでかというとこの仕組みが大変すぎるんですよね。24時間やるのも大変だし、人の問題もあるし、その物流をどうするかとかね、サービスもいっぱいできないし、だその辺がもう真似できない仕組みになってるんですけど、それが
込みですね。でディスカウントストアはもうあの通りで、値段というもので集客をしているということになります。でこれを、インターネットにじゃあ置き換えた場合に皆さんはどのタイプの店を作るかに考えてほしいんですよ。だから、専門店みたいなのをするのか、上手屋するのか、スーパーするのか、コンビニするのか、ディスカウントするのか、っていった場合に、そのとこで勝つためには、そういう条件になければいけないですね。だから結局、コンビニとかディスカウントストアっていうのは、接客しなくていいけど、その代わり大量に仕入れて、大量に安く売るとかっていうふうにしなければ、お店として全然魅力がないし、でそういうのが大変になれば、どうなのって言っていくと、結局一番目しかできないんですよ、中小零細って。要するにスタートですよ。でこれでスタートして、自分の事業が大きくなっていけば、よろず屋だったりスーパーになったりデパートとかね、やっていくってことはあるかもしれないけど、最初はちょっと難しいんですね。なので、まずは専門店、ですね、この間から話しているように、ラーメンみたいになったらラーメン屋しなさいと、定食屋ダメだよって言ってるとですね、まずこういうふうになります。でさっきのですね、読書のすすめの話をしたんですが、今度はですねお店の商品の売り方っていうのを考えたときに商品の分類方法っていうのは大きく分けると3つあります。まず1つ目はですね、作る側の視点で分けるっていうものになります。例えば、包丁であると、ブランド別とかメーカー別とか、価格別サイズ別みたいな感じで商品に書いてあるスペックですよね。値段とかブランドとか材質とか書いてますよね。それを全部 Excel かなんかに入力してそれぞれの項目でそうとすれば、なんとか別とかで作れるんですよ。こうやって商品を選ばせる方法ありますよね。これもまず、最低限必要なんですが、これだけでは、もう図鑑とあまり変わらないですね。なので、次にどうするかっていうと2番目の、この売る側の視点っていうのが必要なんですね。で売る側の視点っていうのは、実際には使い方とか用途目的っていう形になりますので、例えば包丁を売りたいんであれば、和食に適した包丁ですよとか、中華用ですよとか、例えば、右利き用ですとか左利き用ですとか、例えば、これはプロの包丁ですよとか、これアマチュア用ですよとか、これ子供用ですよとかって感じで、メニューをね、選び方を作ると思うんですけど、これはいっぱいある商品の中をどうやって分類するかときに、こうやって買いたい人もいるわけですね。で、これが2番目なんです、使い方別で。3番目は、買う側の視点別っていうのになっていまして、これは簡単に言うと〇〇な人っていうことですね。人で分けるっていうことですね。で、分かりやすい例がですね、ここに、プロを目指す人って言うじゃないですか。プロを目指す人はこの包丁おすすめですよとか、プロに憧れる人はこの包丁おすすめですよと言って、ああ私プロに憧れてるからと思ってその包丁を見に行く人ってプロじゃないですよね、憧れてる人って。だけどこのメニューがなかったらプロ用ですよ、甘用ですって書いてたら甘用に行くんですよ。だって自分アマチュアだから。だけどこういうことをすることによって付加価値をつけられるんですね。プロに憧れてるって言って、プロに憧れてるんだったらプロ用使ったらいいじゃん。でこれって実店舗でみんなやってるんですよ、営業、接客の時お客さんが来て包丁を買おうとした時に、どういう包丁を探してますかって言って、なんかかっこいいですね、職人用の包丁欲しいんだけど言えば、職人の包丁を買わせるはずなんです。いやあんた職人じゃないんだから、この安いの買いなさいとは言わないんです。そうやって高いのを買わせますよね。でそれはその人別に合わせるとかですね。で、例えば、そういうギフトだったらギフト用になるかもしれないし、おすすめとかね、人気とか売り上げとか、こういう形に変えることによって、よりこう付加価値をつける売り方、付加価値の話この後しますけど、こういうものになります。でこれは実際に買ってくれた人に聞かないとわからないです。
包丁を買ってくれた人に、なんで包丁買ったんですかって言ったら、いやだってこれ私アマチュアなんだけどプロに憧れてるからこんな包丁欲しいと思ってとって言えば、あそういう切り口があるんだと思って、次来た人に、どうですかって言えるようになりました。でこれはあの私も営業経験あるから分かるんですけど、カリスマ店員と呼ばれてる人は全部このやり方です。過去に来たお客さんのパターンを全部作って、でそれを自分の本の営業トークに書いてるんですね。だから商品そのものを PR してるんではなくて、買ったお客さんの声をもとに、人別にこう分けて、でこの人が来たらじゃあこういう売り方しようと、この人が来たらこういう売り方しようっていうふうにやってるわけですね。なのでもうパターンがいっぱいあるんですね。で途中でお客さんが違うこと言ったら、だったらこっちに乗り換えようっていう感じでやってるわけです。でこのパターンをどのぐらい持ってるかで売れる店員なのか売れない店員なのか決める。でこれ値段とかサービスじゃないんですよ。どうやって接客してどうやって提案するかっていう差なんですよね。でそれはパターンをいかに知ってるかなんです。だからこの部分を中小零細はぜひホームページに入れてほしいんですよ。商品を並べて、ジャンル別ですとか値段別ですっていうのはこれ一番上で誰でもできるんですよ。商品登録して、スペック全部入れて並び替えすれば全部できちゃうんで、そうすると絶対大手が強いんですよね。商品数もいっぱいできるし、あのね、安くできるし、並び替えとか簡単にできるし。ただ中小零細が、ネットショップで買っていくのがこういう下の方ですね。作る側の視点じゃなくて売る側の買う側の視点っていうものをどうやって、ホームページの、選び方のところに作るかっていうのがポイントになります。でちょっと例を紹介します。例えばこれですね、あの三味線、沖縄のですね、あ三線ですね、三線っていうものを、売っているホームページなんですけど、下にあの URL がありますので、よければ後で見ていただきたいんですけど、めちゃくちゃよくできてます。本当に、このホームページを解説するだけで、まあ、1時間はかかるじゃないかぐらい、あらゆるところにいろんな要素が、入っているホームページなんですが、このホームページにですね、例えば三線が欲しいなと思ったとしますね。でそうした場合、三線とかで検索するわけです。三線通販とかで検索します。そうしたらこのホームページがドーンって出るわけです。ドーンと。でここで一番最初に大事なことっていうのは、三線って検索して買おうとしてるっていうことは、その人はおそらく初めて買おうとしてるんですよね。一回買ったことあればその店からもう一回買うことの方が多いはずなのに、検索エンジンで検索してるってことは初めての率が高いはずなんですよ。ということは初めてのなんとかキットっていうのを載せてなきゃいけないと思います。だこれを検索エンジンから集客しないのリピート向けのホームページだったらいらないんですよ。だからそれは戦略をどこに、新規客なのか既存か固定かによってもちろん違うんですが、一般的にホームページは新規の客を取るために皆さん作られてると思うんですけど、初めての方へっていう初めてのなんとかセットとかっていうのが商品がないんですよ。でこれあのもう分からない人にとっては、初めてのなんとかセットってこれで全部揃うよって書いたら分からないからこれ買っちゃうんですよ。で皆さんの経験ありませんか？初めてのものを買うときに、例えば三線を始めたいときに、どっかの楽器屋さんに行って、楽器屋さんの人がこれで全部揃えますよって言ったら、あ、じゃあそれでってなると思うんですよ。分かんないから。だからそういうような提案ですよ。提案をホームページ上にしとかなきゃいけないんですよ。お客さんに並べて勝手に買ってねと言うんではなくて、初めての方はこんなおすすめですよと。でこれ初めての方へってやつですね。っていう商品を作る。でこれは初めての方だけじゃなくてもいいんですね。それをちょっとこの後見ていきます。例えば、この次のページにあるのは、これもねすごい画期的な花屋さんなんですけど、お花を、送りたいなと思った時に、そのアレンジしてね送りたいなと思った時に、このお花屋さんどうなってるかっていうと、右のメニューにですねあるように、届けたい気持ち別で選ぶっていうのがあって、例えばここに健康でいてくださいねとか大切な家族におめでとうあるじゃないですか。これは、花をアレンジした人が大切な人に
赤井さんの家族におめでとうっていう気持ちを込めて作りましたっていう花なんですよ。このアレンジした人がそういう気持ちで作った花だから、大切な家族におめでとうって言いたいんだったらこの花を送った方がいいよと。でもそれって、まあ、言ったもん勝ちじゃないですか。本当かどうか分かんないです。だけどそのアレンジした人は、まあ、本当そう思ってやってるんだろうし、送る側もそうなんだと送るかどうかでちょっと気持ちが違うでしょ。で、こういう送る気持ちで選ぶっていうのがあるんですね。だからお花屋さんもただ花があって、一束いくらですよって言ったらもうそれまでじゃないですか。それ以上何もないんだけど、この花は、こういう気持ちで込めたので、だったらいくらですよという形で、これも付加価値を持たせる方法ですね。送る人は何か自分の気持ちを伝えようと思って花を送ってるわけだから、それにだったらそういう人気持ち別って作ればいいじゃんということですね。で、あともう一個ですね、このお店が面白いのは、アレンジする人で選ぶっていうのがあって、この例えば大切な家族におめでとうっていう、ね、気持ちで選ぼうとしたときに A さんと B さんと C さんと3人アレンジする人がいるんですよ。だけどアレンジがちょっとずつ違うわけですよ。で、どのアレンジがあなたに向いてますか。要するに A さんのアレンジが向いてたら A さんの C、B さんの B さんすると思うんだけど、そうすると A さんのアレンジが素敵だから A さんの他のアレンジを見たいとかって思いになります。今回は、家族に送ったけど、今度家族じゃなくて、彼女に送るときは A さんのアレンジで、彼女にね、自分が好きだって気持ちを伝えるアレンジを送りたいと。こうなっていくと、もうこのお店でだけ買えないんですよね。そのアレンジの人で選んでるからね。でこれは、今までには多分ないんですね。でちゃんとアレンジする人の顔が出ていて、私がこのアレンジしましたって言って、なってると。これ中でも競争になってますよね。で どの花屋さんが売れてるか。でこれは、別に花屋さんに限らず、私一個言ってるのは、写真館さんの方だったら、一人しかいない方なんてはダメですけど、複数いる場合はカメラマンで選ぶっていうのは絶対必要なんですよね。だってカメラマンによって全然違いますよね、雰囲気がね。でこの人だからって言って、だから有名なね、カメラマンってこの人のためだったら私脱ぐわって言ってヌードを撮ってするわけでしょ。それはその人だから、その人の写真が好きだからなわけで、それは、中小零細でも、お客さんにそこまで選ばせるといいと思うんですよ。だから、ね、お店に、とにかく写真を撮りたいっていうんではなくて、この人に撮ってほしいって思いになったらもうライバルがいないんで。でこれは、一人しかいないところはできないんだけど、複数いるところは絶対になった方がいいですね。こういう選び方もあります。あとこれ、酒屋なんですけど、このホームページも本当に素晴らしいので、ぜひですね見ていただきたいんですが、普通はこういうね、日本酒を売ってるとしたら、例えば、蔵元別とかですね、あとは何でしょうかね、甘口辛口とか、あとは西部とか、こういう風な感じになるんですけど、ここ見てもらうと、味わいで選ぶって言ったんですね。フルーティーな香りを楽しみたいんだったら、これがいいよこう押すとそういう商品が出てくるし、例えば飲み方で選ぶっていうのがあって、冷たく冷やして飲みたいとか、食事と一緒に飲みたいんだとか、なんですかね、初めての吟醸酒を飲みたいなとかっていうんだったらこちらです。でこだわりの酒っていうのがあって、幻の何々を飲みたいんだったらこちらとか、製法で選ぶとかですね、これ一番下なんて言うんですかね、銘柄で選ぶは普通みんなあるでしょ。これ一番下ですよ、銘柄で選ぶ。ほとんどのホームページで銘柄で選ぶしかないですからね。で銘柄で選ぶがなぜダメかっていうと、銘柄で選ぶっていうところを見てるっていうことは、もう商品のことを決めてるってことですよね。っていうことは、本当は銘柄で選ばないで、その銘柄で検索してるはずなんですよ。ですよね。ということは、銘柄で選ぶこといらないんですよ。で、そのそれぞれの銘柄で
検索エンジンで検索して上位に来てなければ売れないってことなんですよ。でその銘柄で検索した時の検索結果は、ライバルの店しか並んでないわけだから、そこで勝とうと思ったら安いところしか 買ってくれないってことなんです。サービスが安い、送料が安いところしか買ってくれないってことなんです。なので、もうそういう方向に持っていったらもう完璧に中小ですから負けちゃいます。なので付加価値をつけるためには、他のね、味わいで選ぶとこういうような感じで、これも読書の進みで一緒ですね。この人がおすすめするんだから、だったら乗ろうかと提案してもらったからという感じで選ばせるを作るということですね。だこれはそれぞれ皆さんの業界によって全く違うと思うんですが、そのさっき言った、作る側が持っているスペック別ではなくて、その使い方別と、あとは売り方別、あ、ごめんなさい、買った人の気持ち別、人別っていうものを、ぜひですね、考えてみると違ってくると思います。で、ほとんどのホームページは図鑑ですから、作った人別、作る別でしかないですから、ジャンル別しかないので、それ以外の切り口をぜひ作ってほしいと思います。はい、ですね、ちょっとせっかくなんで、ここだけ見ましょう。今回何回も紹介してますけど、鴨の山崎酒店さんですね、ここは、その話を聞いて、なるほどと思ってですね、ちょっとホームページを変えました。でこんな感じでですね、初めて飲む人へとか、のんべえさんへとか、グルメの方へとか、ハンターへとかですね、やりくり上手の方へとか、プレゼントしたい人へとか、盛り上がりたい人へとか、しんみりしたい人へとか、女子会したい人へとか、チャレンジャーっていう分け方を作っている。そうすると、なんかちょっと楽しいじゃないですか、買い物が。なんかもう、ね、決めて買うんだったら絶対 Amazon とか言っちゃうけど、なんかこういう分け方するとなんか見てみたいじゃないですか。これが大事なんですよね。ただここで買おうっていう気になってくる、こういう切り口ですね、を、ぜひつけていただけると思います。はい、あともう一個です。悩みで選ぶっていうのは、皆さんちょっとこれ下のですね、URL を私間違えてたので、ちょっとこちら直していただきたいんですけど、ワンピース -rental.net という文なんですが、これはワンピースの、レンタルですね。ワンピースを売るんではなくて、1回いくらだよってレンタルしてるネットショップなんですね。でこのネットショップは本当に素晴らしいサイトなので、ぜひ後で見ていただきたいんですが、ワンピースをレンタルしたい人は女性です。ちょっと大きくしましょうか。あ、ちょっとでかすぎ。よいしょ。これですね。ワンピースをですね、借りたい人っていうのは、女性です。でなぜワンピースをレンタルしたいかっていうと、お金がないからです。で買ったらもったいないからです。でレンタルしようと思ってるんだけど、なぜレンタルにしてまでワンピースを買いたいかって言ったら、デートで着たいからです。で男性に見せたいからですというのがあったとしたら、デートに、着ていきたいわけですよね、ワンピース。だけど金がないからレンタルでしょうがないからごまかそうとしてるわけです。でそういう人にとって、必要なことは何かっていうと、ここにあるようにですね、この悩みで選ぶっていうのがあるんですね。で、例えばぽっちゃりした二の腕をカバーしたい。デートに行くんだから、ね、可愛い格好をしていきたいんだけど、でも二の腕がね恥ずかしいんだと。でこれを上手に隠せるワンピースないかなって言った時に、ここだとこういうのを選べるんですよ。くびれを作ってきれいに見せたいと思ってるんだったら、そういうのが選べるんですよ。こういうのって今までのワンピース屋にはないんです。ワンピースのサイズで選ぶとか、ブランドで選ぶとか、色で選ぶっていうのがあっても、こういうのないんですよ。だ結局、でも本当に買いたいとこは決めてって、こういうとこがあるんですね。それをネットショップっていうのは着ることができないので、そこをちゃんとこういう選び方を用意してあげないと、結局、品数が多かったり安かったりっていうところで、無難なものを買うしかなくて、本当に着なきゃ、着て買いたいっていうのがネットショップでは買えないんですよ。だからこういうのを用意する。
本当素晴らしいです。で、ここのネットショップが素晴らしいのはですね、他にもありまして、あのお悩み相談っていうコーナーを設けていて、電話してくれれば、あの相談乗りますよと、ワンピースもね、相談乗りますよってあるんですが、これを、土日祝日の深夜とかにやってたんです。深夜というか、夜10時とか11時。要するに平日は大体働いていて、週末になって、来週デートなんだけどって時に、大体土日しか電話できないんですよね。買い物とかあのネット見る時間ないんです、 OL さんでね。そんな時に夜電話相談をしてくれるんだったらありがたいけど、普通のネットショップは夜閉まってます。大体9時5時で閉まってます。ただ電話相談できないじゃない、昼間電話相談受け付けますって言ってもできないでしょということで、夜をねやってたんですね。今ちょっと時間変わっちゃいましたけど、こういうのも本当にお客さんのことを分かってるなと思うんですね。だから接客をやっぱ しようと思うと、やっぱこうしなきゃいけない。でちょっとついでに言いますと、私はいつも言ってるんですが、もうネットショップでですね、どうしても、なんか生き残っていきたいと思われるのであれば、夜中に開けなさいと。昼間閉めてもいいから夜中に開けろ。ほとんど夜閉まってますから、ネットショップで言いながら。で結局、電話かけられないし、メールしたら翌朝になるので返事来ない。だけど夜な夜な検索してネットで買おうとしてる人は今欲しいと思うから検索してるわけです。なので翌朝にならないと返事が来ないとか電話ができないんですよ。遅いわけですよ。だそこに空いてれば、あ今電話できるんじゃんと思えば、そういうお客さんが取れます。まあランチェスターですけど、だから私は24時まで、相談受け付けてますよってやってるのはそういうことです。結局、大手の IT 企業は9時5時で閉まっちゃうけど、そうじゃないお客さんを取りたいと。そうじゃないお客さんはどういう人かっていうと、大企業の会社ではなくて中小零細で、もう一人で何もかもやってる方なので、昼間は普通の仕事をして、夜ネットのね、ネットショップの作業をしたりとかしたい人が多いんですね。だから、夜開けなきゃいけないんです。ちゃんとお客さん、自分のお客さんを分かっていれば、そのお客さんに合った時間にネットショップを運営するということが大事です。今日もですね、私ちょっと書いたんですが、Facebook のところに上げたんですけど、面白いのがあります。これ小説っていうキーワードなんですけど、雪を消したいと。雪を消したいと思っている人が小説って検索している人の24時間の推移なんですね。でこれを見た場合に、これ8時、ここ8時です。でここ9時です。ここ9時です。ということはもうこの本当は7時8時9時に、検索してる人が多いわけですね。だけど閉まってますよね。9時からとか、10時からお店開けるとかっていうと、この客が取れないところですね。検索ニーズは高まっているのに、取れないわけです。だからお店は、7時ぐらいから開けた方がいいんです、ネットショップで。なぜこれもキーワードで全然このグラフって変わるんですけど、特にこの9時にピークが来るキーワードっていうのはニーズが高いんですね。でなぜ9時にピークが来るかっていうと、9時にならないと開かないと思ってるから、ネットショップであったら。だから9時になって検索してすぐ電話をかけるんですよ。だから待って待って検索して電話かけてるってことは、もうずっと夜中の間したくてしょうがないわけでしょ。でも開いてない開いてないと思うから朝まで電話してるわけですよ。だこういう、24時間の推移を見ると、そのニーズが高い、もうなんていうか、もうすぐ電話して検索して電話するで制約するっていう率が高いかどうかっていうのが、まあ、分かるんですけど、で実際こんな感じになるんですね。にもかかわらず誰も SEO をしてないし、誰も広告を出してないです。でこんなリフォーム業者さんとか、例えばそういう水回りの人とか造園業の人とか、まあ、そういう人が小説っていう切り口で自分のフロントエンドにして商売つなげていってね、一回そこと付き合っていけば他の仕事来るかもしれないのに、誰も実はやってない。であとですね、井戸っていうのも誰もやってないんですよ。今小説で井戸を掘ったりとか、あとですね、放射能の問題があったりとかして井戸をですね掘ってる人いるんですけど、
そういうのに関しても全然ないんですよ。で、その検索ニーズを見ると本当にですね、ネットショップってお客さんのために合わせてないなっていうことがよくわかります。まあ、余談でしたが、ここですね、選び方です、ぜひ参考にしてください。はい、これ一つ目ですね。で、今度二つ目のですね、じゃあとりあえず、まあ来る方法やりましたと。来る方法やって、商品の選び方、今までのようなただ並べるんではなくて、お客さんに合わせて、選ばせる方法をやりました。で、今度次に必要なのは、何かというと、本当これ順番が逆でもいいぐらいなんですが、そもそもその店で買っていいかどうかっていう判断をするときに大事なのが信用なんですね。で、中小零細において一番の欠点は信用がないと思います。大企業と唯一違うところは信用がないと思いますね。まあ、どうやったら、自分のお店を信用してもらえるかってとこをやらなきゃいけないんですけど、その時に、この2番目のことが必要になります。で、これはですね、まあ、ジョジョの奇妙な冒険という中で、出てるセリフなんですが、人間は誰でも不安や恐怖を克服して安心を得るために生きている。名声を手に入れたり人を支配したり金儲けするのも安心するために、結婚したり友人を作ったりするのも安心するために、うんうんかんうんと書いてるんですが、人はですね、安心したいというものに生きている。で、物を買うときも同様で、安心しなければ買わないし、安心してない、要するに信用してない人の話がそもそも聞かないんですね。ここポイントです。前もお話しましたけど、例えば私が多いお茶を売っていますっていうのと、例えば、何々組のあんちゃんが多いお茶を売ってますっていうのがあったときに、皆さんどっちの人から買うかって言ったら、同じものでも多分私から買ってくれると思うんですよ。それは何かっていうと、安心してるから。同じものでも実は何か違うんじゃないと思うじゃないですか。ね、丸川組さんだったら分かんないから、だから安心するってことを買うんですよ。結局そこを信用してもらわないと、いくらいい商品をね紹介してても、そもそもその商品がいいってことを信用してもらえない。だから、自分自身、自分のネットショップ、自分の会社のことをどうやったら信用してもらえるかっていうことがすごく大事なんですね。で、私がいつも言ってますけど、売れるホームページ、売れないホームページの違いということで、いつも言ってるんですが、まず最初に露出ですね。これは今までお伝えしたような、広告を打つとかソーシャルメディア頑張るとか、まずホームページを知ってもらわないことには、ね、見てもらえないから始まらないので、まずは露出です、ホームページを見つけてもらう確率をいかに高くするかを頑張らなきゃいけないのがまず大事なんだ。で、これでホームページを見つけてもらったら、次に必要なのが証拠。その言っているホームページに書いていることって本当なのか、あなたのこと本当に信用できるのかっていう証拠を示せるっていうことなんですね。証拠っていうのは、本人では示せないんですよ。わかりますか？裁判でアリバイっていうのがありますけど、アリバイは本人が、どこどこにいましたっていうのは証拠にならないんですよね。必ず裏を取るっていうのは、第三者の人に本当に一緒にいましたかとか、どこで見かけましたかっていう裏を取りますよね。それは証拠です。だから本人が自分の商品いくらいいって言っても、それは本人だから言うわけですよ。だから第三者にどうやって語ってもらうか、いいって言ってもらうかっていうことがポイントになります。で、3番目が指示っていうのがあって、それでいい、分かったと。お宅のいいって分かったと思うんだけど、最後に、こうしてこうしてこうして買ってねっていうとこがみんな弱い。要するにもう買いたいと思ってるのに、ご注文こちらってリンクがないとか、もう困ったなと思ってるのに電話番号書いてないとか、電話しようと思ってるのに何時から何時まで空いてるか書いてないとか、そういうのすごい多いんですね。で、まあ、指示っていうのが、あって、この3つが私は大事だと思っています。で、まず、露出証拠指示で、上はちょっとね精神論なんですけど、上はちょっと置いておきまして、でちょっと証拠の話をしたいと思います。で、証拠はですね、自分が必ず第三者が語った事実です。
で、それを見つける方法は、大きく4つあります。4つあるので、ちょっと本を紹介します。本当はこれで3時間のセミナーになっちゃうので、省略して本を紹介しますけど、まず1つ目にですね、秋竹正美さんという方の、売れた売れたお客様の声で売れましたという本を読んでください。この本には何が書いてあるかというと、例えばお茶を売ってたとしたら、お茶を飲みましたと、飲んで美味しかったよっていう声を取りなさいっていうのを言ってるんですね。で、声を取ってそれをホームページに載せなさいと、まあ、チラシに載せなさい。それは本人が言ったことじゃないんですね。私がお茶を美味しいって言ってるんではなくて、お客さんが美味しいって言ってるから他の人がそれを見て信用するんです。だから、まずはお客様の声を取りなさいっていうです。で、ここには、お客様の声を取るだけではなくて、さらにいいことがあるよというのは、本を読んでください。で、極端な話ですね、ネットショップで売り上げ上げたいと思ったら、お客さんの声をわーっていっぱい入れるだけで、売り上げが確実に上がります。その数の多さだけでも、それだけで全然変わります。それが、まず1つ目ですね。で、2つ目はですね、ぜひ私もお友達ですが、真ん中は岡本敦彦さんの、A41 万アンケートで利益を5倍にする方法、というものを、に書いてますけど、この本に書いてるのはですね、5つの質問というのがですね、でこれ言いますので、メモしていただきたいんですけど、まず1つ目の質問は、お客さんに何どういう質問をしてアンケートを取ったらいいかというと、1つ目はそもそも、あなたはこの商品を買う前に何で悩んでいましたかってですね。困ってることがあったから検索したり何とかして買ったんでしょう。で、実はここにもう答えがあって、で何々で悩んでる方へとかって言って書けるんですね。そこをお客さんに教えてもらったら、もう何々の人へって作れるじゃないですか。メニュー作れますよね。だから、そもそも何で悩んでて買ったんですかっていうのを聞く。これ一つ目ですね。いいですか。で、二つ目は、では、うちの商品をどこで知りましたかっていうのを二つ目にして。例えば、ホームページで、検索して見つけたのか、人に聞いたのか、例えば、テレビで見た、誰かが、ね、いいって言ってたのか、新聞に載ってたとか、たまたま、街を歩いてたら見つけたとか、まあ、商品の知る機会っていろいろあると思うんですけど、それを聞くのが2番目です。で、これを知ることによって何が分かるかというと、今回ずっとやってきた露出ですよね。どこに露出したのが効果があったか分かるんですよね。 Facebook を見てみんなが買ってるのか、テレビに紹介されたって見てるのか、検索して見つけたのか、広告を見たのかって分かると、そこがね、いっぱいそこから来て、みんなが買ってるんだったら、そこをもっと力を入れればいいんですよね。だからいろんなことを皆さんこれから集客やると思うんだけど、どこが本当に効果があるのかっていうのを測定しましょうねと。なので2番目の質問はそれなんですね。どうやって見つけましたか、どの媒体で見たかっていうのが2番目です。で、3番目の質問は、では、自分の悩みがあって、何かの方法で私の商品を見つけたんだけど、3番目の質問では、それを見てすぐあなたは買いましたか。 で、もう1個3番続きがあって、もし買わなかったとしたらなぜですかっていうのが3番目の質問。もう露出してその商品を見て、あ、いい、買おうって思ったってことは、これアイドマ理論というところの M がない状態ですよね。もうすぐ買っちゃえって衝動買いになったってことは、それはそれでいいことなんだけど、だいたい、いや待てよって考えるわけですよ。帰って奥さんに相談しようとか、他の商品と比べようとか、この店本当に大丈夫か調べようとか、いろいろ多分思うわけですね。すぐ決めなかった理由が出てくると思います。そのすぐ決めなかった理由を聞くことによって、そこを改善すればいいってことが分かるんです。3番目の質問ね、はいならいいですよ、はいなら問題ないんだけど、いやって、でなぜですかって言うのに、いや、高校だから、うさんくさそうだとか、高かったらとか書いてたら、そこを改善すればいいってことが、これが3つ目の質問です。で、
4つ目の質問は、それでもあなたは買ったんですよ。これはちなみに買った人を取ってくださいね、アンケート。買った人です。買った人に聞いてるんですよ。全部ですね。買った人に4番目に聞く質問は何かっていうと、それでもあなたは数多くあるネットショップの中から、もしくは、皆さんの会社の中から、うちを選んでくれたのはなぜですか。その理由を教えてください。これが4つ目です。これは何がわかるかっていうと、自分の会社の売りがわかるんですね。まあ一般的に USP って言いますが、悩んでたんでしょ。悩んでたにもかかわらず、その悩みを克服して、悩みっていうか悩んでることを克服して私のところから買ったのでしたら、それはなぜですかということですね。これ4つ目で、5つ目最後は、一番左の本と一緒です。で、どうでしたか。買ってどうでしたか。美味しかったですか。良かったですか。で、今までの、左の本っていうのは最後の1個だけしか聞いてないんだけど、真ん中っていうのはその前の過程を全部聞いてるんですね。買った感想だけではなくて、その前の過程を聞くことによって、商品の、流れてくる道が分かったりとか、自分の会社の売りが分かったりとかします。それをホームページとかチラシとかの改善に使おうねっていう本です。本当に素晴らしい本なので、これぜひ買ってほしいと思います。で、ここにも書いてるんですけど、キャッチコピーや売りは自分で考えずお客様に来てる。で、今までのマーケティングの考えは、いろんな理論があって、だからキャッチコピーがこうあるべきだとか、自分の売りをこうやって見つけましょうとか言ってたんだけど、それ独り善がりなんですね。結局自分が言ってるだけじゃなくて、客に聞けばいいじゃんと、まあ、当たり前です。自分のいいところ教えてって聞けばいいじゃんと、で、それをそうなんだよって言えばいいじゃんっていう、まあそれだけの話なんですけど、意外にもそういう本もなかったというので、2番目ですね。とにかく人に聞きましょう。で、右側の本というのは、菅谷さんという人が書いた本なんですけど、この本はですね、その5つの質問だけでは、紙にね、書いてくださいねって5つ質問を書いて、アンケートに、ね、書いてもらうわけですよね。だけど、5つ以外もどうせなら聞いた方がいいじゃんと、ということで、取材しましょうねというものですね。だったら自分がお客さんのところに行って5つの質問ももちろんするけど、それ以外に自分が聞きたかったことをどうせなら聞こうよと、ね、いろいろ聞こうよと。で、それをできれば動画で撮っておこうと。そうするともっと信用されるんですね。紙とかだったら、自分がね、こうなんか代筆することができるけど、ね、動画だと相手がちゃんと喋ってる様子が撮れていれば、そこまでしてね、嘘をつかないだろうと、演技をしないだろうということで信用してもらえるので、動画のコンテンツを作ろうねっていうのが一番右側のものですね。これ全部、違います。で、今度ですね、4つ目ができます。この第三者が語った方がいいよっていうふうに言ってる本の4つ目、これは、私もこれこの人の友人なんですが、見せるだけで売れてしまう事例広告の方法っていうのがあって、これが4つ目なんです。で、この4つ目はさっきの3つ目の、菅谷さんっていう人のインタビューとほぼ一緒なんですよ。ほぼ一緒なんだけど、違う点は何かっていうと、第三者が取材に行くっていう点が違います。さっきの、こちらの菅谷さんの部分は、皆さんがお客さんのところに行ってうちのどうでしたかって聞いてるわけです。だけどこの村中さんが勧めてるのは、第三者に行かせなさいって。なぜかっていうと、私のところに今日皆さん、今日でセミナー終わりですけど、セミナー終わった後に今回の5回のことはどうでしたかって聞いたら、そんなに目の前に向かって、いや悪かったですよって言いにくいじゃないですか、なかなかね。だから本音がなかなか出ないので、第三者に行ってもらうっていうやり方が事例広告です。で、面白い点はですね、このこれとこれっていうのは、左と真ん中っていうのは紙に書いて、お店側からお客さんに依頼して書くのはお客さんが書いてますよね、紙に。だけどこれとこの次の
これっていうのはお客さんとかに言ってるけど書くのは店側が書いてるんですよね。店側が書いてますね。動画を撮って例えばそれを動画はまあそのままですけどそれを文字に起こすのは店側がやってますよね。第三者にインタビューしたのを実際に文字に起こしたとしたらそれ店側がやってますよ。これがミソなんです。わかりますか。まあ本当はやっちゃダメですよ。やっちゃダメだけど、会見ができるということです。自分のお店にもっと都合がいいんですね。ちょっと言葉は悪いけど、いいようにこう編集ができるんですね。できるじゃないですか。という、ミソもあったりします。つまりこれはまあ書いてもらったら書いてもらったらもうそのまんまなんだけど、だけどよりもっと自分のお店にいいように、直すにはやっぱり取材した方がいいし、さらに、こういうふうな形で第三者に行った方がいいよということが、分かるんじゃないかと思います。でここにねちょっと面白いんですけど今日時間がないのでありませんが見ましょうか。これすごい面白いですよね。企業、あなたが言いたいこと、読者、見込み客ですねが知りたい話と、取材先にとって人聞きがいい話というのがあってこういうね、3つの場があって、で、A は宣伝ですよ。そりゃそうですよね。お店が言いたくて客が聞きたくないことで宣伝ですよ。で、B はよいしょですとかですね、CD がすっぱ抜きとか、で、この真ん中の、ここを聞き出すのがポイントですよってことが書いてるんですけど、本当に面白い本なんで、ぜひ買っていただければと思います。はい、でですね次にあるのがこれらのことをもとにですね、私が言っているのは、ホームページの制約率を上げるには、10個の要素が必要だということでここに10個挙げています。でこれは以前にも、この制約率を上げるための、セミナーっていうのをやったことがありまして、ここの解説をするだけで3時間のセミナーをやってるんで今日これやってたら終わらないんで、ここで簡単に説明しますが、まず1つ目は、お客様の声を取るんですね。でお客様の声を取るんだけど、それをホームページにどのように載せたら効果があるかっていうのはすごいいっぱいあるんですよ。載せ方っていう例です。その実際に事例の話があるんですが、まず載せましょう。で2番目は、声ではなくて事例ですよね。事例っていうのは、もうインタビュー式でもっといっぱい撮るってことですね。紙1枚だけじゃなくていっぱい撮る、動画で撮るっていうんですね。これ2番目。で3番目は、マスコミ掲載。これも第三者が、皆さんのことについて良かったよとか紹介してるっていうので、これを載せましょうねっていうのが3つ目ですね。4つ目は権威の推薦というのがあって、芸能人、教授、政治家、著者のような方、有名な方ですね。有名な方があなたのこと、商品をいいですよって言ってる声を取りましょうねというものです。でこれはですね、前回も前々回かな、お話ししたと思いますけど、これを見つけるために Facebook とかを使って、人脈を作ろうねってですね、まあ、ちょっと有名な方とか地元で有名な方とかに、そのおすすめですって言ってもらうために Facebook とかを頑張るっていう方法もあるということですね。あとですね5番目がすごい面白いんですけど、同業の推薦っていうのがありまして、これはですね協力です。例えば私のホームページにも出てますけど、同じネットのコンサルタントが横田さんをおすすめする理由っていうん でこれ同業なのに横田さんがいいですよっていうことを喋ってるってことは説得力がありますね。関係ない人が言うのも有名であれば説得力があったり効果ありますけど、同業なのにいいよって言ってるのでしたら、まあ、よっぽどなわけですよ。その取り方とかも実際ありますが、一つはそういうものと、あとは元請け下請け、例えば、皆さんが実際に仕事をですね、外注で出してるところがあるとしたら、その外注してる先のところに自分とこの、おすすめを聞くってことですね。でそこの会社は例えば、住宅屋さんだとしたら、例えば瓦屋さんとかですね、壁を張る人とか屋根の人とかいろんな人とお付き合いしてると思うんだけど、その人たちは皆さんのお仕事もやってるし他の会社の仕事もやってますよね。
でいろんな、住宅の業界を見た中であなたの会社をお勧めする理由っていうのを話してくれたらそれはそれでいいと。そうですね、いっぱいいろんな業者と付き合ってるけどあなたのとこは、こういう点がいいよって言ってもらったらそれを載せるといいと思います。あと6番目は具体的な数字ですね、もう実際に数字で出荷数、総量面数、なんとか数と、いうものを、明確に書くと。で7は、開発者の声というものがありまして、これはメーカーでない場合ですね、皆さんがメーカーでない場合にその商品を開発したところに行ってなぜその商品を開発したかっていうインタビューを取るというものです。でこうすることによってこれは第三者の声です。自分が自分のところの商品いいっていうのは変だけど、自分がね小売で仕入れて売ってるんだれば、その商品を仕入れて元のところに行ってその人に語ってもらう。これ自分が語ったら自分の言葉になっちゃうんで、その人に聞いてきましたっていうのを載せるっていうことですね。これが、7です。で8番目はですね、出版履歴、書籍での紹介っていうのがあって、これはですね、マスコミとはまたちょっと違うんですね。本で紹介されましたっていうものです。でなぜかっていうと本っていうのはマスコミのような大企業の広告収入で成り立ってるんではなくて、出版というもので成り立ってる会社ですよね。その著書が売れなければ、本が売れなければ出版社は潰れるわけで、だから、そのなんかテレビとか新聞とかラジオのような広告収入で成り立っているメディアとは違うんですよね、本質的に。中身が良くなければ売れないんですから、本当。だから、あえて別に書いてるんですけど、そういうところで自分のところの商品が紹介されたということを書くといいです。あと9番目はですね、実験アンケート結果というのがあって、例えば、何がいいかな、今世の中で、腰痛に悩んでる人に質問しましたみたいな感じで、皆さんが自社調べでアンケートを取る。で、腰痛を治すために、例えばどういう手法で治してるか。例えば整体に行ってるとか、気合で治すとか、なんかサプリメント飲んでるとか、多分いろんな答えあると思うんですよね。そういうのを自社で調べましたって言って、その結果をホームページに載せる。で、結果のところに、で、整体院が良かったですっていうのがなければダメだけど、それが多ければ、あ、そういう直し方もあるんだねってことが分かります。でこれはもう今簡単です。Facebook のクエスチョンすればすぐ答え集まりますから、こういうアンケートを取るとですね、これ自社調べで簡単に取れます。例えば、還暦祝いに皆さんどういうものを、送りたいと思ってますかってもいいし、逆にどういうものを送られたら嬉しいですかみたいなことを実際にアンケートを取ってみればいいと思います。そうすると、何百人から返事が来て、これが1位でした、2位でしたという感じで、公開すればいいと思います。こういうものが一つですね。あとは他社調べ、いろいろ、ランキングサイトというのがいっぱいあるので、皆さんの商品プラスランキングとか、皆さんの商品プラスアンケートとか検索するといろんなアンケートが出てくるので、そのアンケート結果を引用して、どこどこの調査によると、例えば誕生日にはこんなものを送っているらしいですとか、土地を決めるときはこういう基準に決めてるらしいです。あ、今あれらしいですね、この間テレビであれなんかな、私報道ステーションかなんかで見ましたけど、東京の、ね、土地の選び方が変わったそうですね。今までは、なんだっけ、立地と何でしたっけ、誰か分かりますか、立地と、あともう一個なんかで選んでたのが、今一番高いのが、地盤なんです。地盤が硬いかどうかっていう基準で土地を選ぶっていうのが一番ね高くなったそうなんですよ。っていうのが出てましたけど、だから多摩ニュータウンっていうあっちの、なんですか、山の方が、注目を浴びてるという話が出てましたけど、例えばそういうアンケート結果があれば多摩の人たちはだからうちの土地いいでしょって言えますよね。それを誰かの調査結果によるとって言えば、これ自分が言ったことじゃないので、なんか自分が言うと自分の土地いいのが当たり前みたいなけど、そういう、他社調べのアンケート結果を使う。あとはですね、総務省のホームページに行っていただくと、いっぱい、無駄なお金を使って
アンケートを取ってます。データがいっぱいかかってるんで、そこで自分で使えるあのデータっていうのを探してもらうといいと思います。すごいいっぱいあります、さらにいろんなデータが出てるので、参考にしてください。一応総務省調べて書くとね、それで権威じゃないですか、っていうのがあります。で、あと最後はですね、法律遵守っていうのを書いておきましたけど、まあ一応日本法治国家なので、いろんな法律にちゃんと従ってやってますよっていうのを、書くだけです。まあみんな法治国家だからちゃんとやってるんだけど、 あえて書くっていうですね、何々の法律にのっとってっていうことで書くと。そうすると、まあ見てる側は、あ、そうなんだと。実はその業界のことは皆さん知らないですね、お客さん。だからそういう法律があって、あ、それちゃんと従ってるんだってことも実は知らないんで、こういうことを書くというのが、10番目ですね。詳しくは、実はネット上に動画で上げてますけど、見てもらえればと思います。この10個、あります。はい、ここまではですね、第三者に商品やサービスを使わせるということで、ここは本当事例をいっぱい見せてあげると分かりやすいんですが、ちょっとね、概要だけになりましたけど、2番目のここまでです。で、この3番目終わってちょっとね、休憩に入ります。後半はちょっとワープというかザープが入ります。で、これさっき、前回ですね、ソーシャルメディアの時に話しましたけど、まあ、ポジションを明確にしようということで、もう一回ここに入れておきましたけど、これはお店のホームページの作り方も変わってくるとですね、人脈もそうですけど、ホームページも、そのどの色合いで作るかということを考えましょうということで、自分の会社、自分の事業のポジショニングを明確にしようということで入れました。これいいですね。で、あと次にですね、20ページに書いたのが、これまあ有名なんですね、ランチェスターの8大戦略っていうのがあって、戦略の話を初回の時にいたしましたけど、自分がネットショップ、もしくは、ネットショップから事業するときに8つの切り口で考えたらいいよということで、ちょっと実際にですね、例を挙げてみました。で、まず、商品ですね、商品サービスで自社が勝っていこうと思ったら、オリジナルオーダーメイド面倒なものしかない。要するに検索した人で、勝っていこう、より勝っていこうと思ったら、もうライバルがいないオリジナルのものを売るか、まあ、オーダーメイドも同じですね、オリジナルだけど、一品一品作るか、もしくは面倒くさいもの、みんながやりたがらないものをやる。面倒って何だろうか分かんないけど、例えばうちのお客さんはやってますけど、ただ日本酒を売るんじゃなくて、この日本酒のところね、誕生日の新聞をこう、ね、貼るとか、いうような感じですよね。そういう、面倒くさいの、まあ、それもオーダーメイドってオーダーメイドですけど、をやるっていうのもあります。で、2番目は、地域、という切り口でエリア、媒体を絞るっていうのがあります。なのでもう、本当に、地元密着の方はあえて全国通販とかで考えずに、もう路線の町の人に向けてとか、新潟市内に向けてっていうことで絞って、ホームページを作るんですね。で、これ面白いんですけど、まあ、これ客層のところにもなりますが、新潟市しか、その何か受け止まりませんみたいな感じで書くと、新潟市の人はそれ見て、あ、自分たちは OK なんだと思うじゃないですか。で、今度新潟市以外の人がそれを見たときに、新潟市しかダメなんだと思うわけですよ。まあ当たり前ですよね。で、ダメなのかなって思うから問い合わせしてくるんですよ。三条市なんだけどダメですかって。で、これが新潟市とかで書いてなければ、新潟市の人も自分が OK だとも思わないし、三条市の人がわざと問い合わせして、うち大丈夫なんですかとも言わないんですよ。結局そうやって相手にアクションを起こしてもらわなければ始まらないので、なんとなく見てもらったら始まらないので、あえてそうやって絞るっていうのは効果があります。そうですね、地域はそうですね。で、客層っていうのはですね、属性ではなくペルソナに絞るって書いたんですけど、これこの後ちょっと話しますが、単純に男性女性とかね、何十代っていうことではなくて、
その人の生活スタイルとか、趣味とかですね、そういうもので、客層を分けようねっていうことです。で、あとですね、まあ、営業見方とか、販促手法、販売手法っていうのは、ずっとお話してますように、フロントエンド、バックエンドですね、2ステップ、1ステップっていう、そのものを売っていくときのビジネスモデルですね、とか、リピートの仕組みとかですね、顧客の効果を考えましょうねっていうことです。で、あと、まあ、組織、財務、時間ってあって、まあ、この辺はもう全然ネットとは関係ないんですけど、アナログの方の仕組み作りが必要ですと言われているものです。で、この辺ですね、まあ、茅野さんとですね、茅野克実さんという方が、有名なので、茅野克実って検索してもらうと、YouTube とかにいっぱい動画があってますので、セミナーの映像などを見てもらうと、結構勉強になるんじゃないかなと思います。で、中小零細は、本当に絞ってなんぼなんですね。なので特に上の3つですね、商品、地域、客層っていうものをどうやって絞るかっていうところを、ちょっと気をつけてください。この後ちょっと例で、実例で話しますが、ここまでにします。はい、ということで、もう1つあったのでですね、ちょっと次のページを見ていただきたいんですが、で、シナリオ書いてみようということで、ここにね、なんかいろいろこうあるんですが、これは何かっていうと、実際にですね、人が物を買うときにどういう購買行動をしているかっていうのは、実際私が、こう挙げてみたものですね。例えば、買うという行動を起こすきっかけは何かっていうのがあって、そのさっきの、例えば私がいつも例で話しているのは、誕生日が、うちの妻に誕生日がに何かプレゼントしたきゃいけないなと思ったときに、誕生日当日に思うんじゃなくて、事前にいつか思うわけですよ。で、そのタイミングはいつかっていうと、うちの場合は1ヶ月前、7月4日誕生日なんですけど、1ヶ月前の6月4日が息子の誕生日なんですよ。で、息子の誕生日のときに、あ、1ヶ月後は奥さんだなと思うので、考えなきゃなと思うようになるきっかけっていうのは、息子の誕生日の日なんですよ。で、息子が生まれる前は1ヶ月前と思ったので、たまたまですけど6月4日ぐらいになったら、あ、1ヶ月前だなって思うじゃないですか。だ、そういうきっかけですね。まあ、どういうものでも、最初のきっかけあります。で、買うというきっかけができて、次に何を思うかっていうと、でもう散々誕生日プレゼントは、毎年あげてきたんだけど、もうネタが尽きてきて、もう何あげようかって時に困るんですよね、男性の方が。困るじゃないですか。で、その時にどうするかっていうことを、実際に私は何を考えてやったかっていうと、もうわからないので、女性の、同じぐらいの女の子に聞いたんですよ。どういうのをもらったら嬉しいっていう感じで聞いたんですよ。で、その子が、こういうのいいんじゃないのって、から、あ、そんなもんかねと思って検索したんですよ。で、検索しようと思った時に、実はその前に、ちなみにですね、私は、日傘っていうものですね、妻に送ったんだけど、日傘を送ったらいいんじゃないの、なんでかって言ったら、日傘っていうものは、こう夏の間とか身につけてるもんじゃないですか。で、うちの妻は車でずっと通勤してたので、車の中に置いてもらうことができたら、ずっと、一緒に共にするじゃないですか。で、そういうものをプレゼントした方がいいよと。で、これ逆に言うと、私としては、渡した甲斐があるじゃないですか。あ、ずっと乗せてくれてると思ったら嬉しいから、だから、あ、そうだなと思って日傘にしようと思ったんですよ。で、日傘にしようと思った時に、次に本当は何を持ってたか、検索する前に、マインドシェアなんですよ。検索する前に自分のお友達で傘屋さんがいたんですね。傘屋さんがいたので、あそこの傘屋で買おうと思ったんですよ。で、思ったので、その傘屋さんが楽天で傘屋で売ってるって思ってたので、その傘屋の楽天ショップに行ったんですよ。これ検索しないで行って見たらですね、日傘いっぱい売ってるんですよ。で、それを送ろうと思ったんだけど、結局選ばなかったんですよ。なんでかっていうと、安かったんですよ。で、2000円とか3000円の傘しかなかった。だけど、さすがに
もうこの年になって誕生日に2000円とかってわけにいかないんで、もっと1万円ぐらい出してあげようかなと思ったわけです。だけど1万円のものがないから結局買わないってことがあるんですよ。だから安ければいいんじゃなくて、送る相手のものによっては仮に本当に2000円かもしれんけど、1万円ってついてたら私は買うんですよ。多分1万円払ったっていうことを自分に言いたいだけですね。自腹切ったってことが大事なんですよ。で、ないからしょうがなしに、日傘って検索したんです。そうすると日傘って多分今も1位だと思うので、日傘で1位のホームページがすごいホームページで、そのすごいこうオーダーメイドを作ってるんですね。なんだっけ、紫外線 100% カットっていう、あとで事例で紹介しますけど、サンバリアっていう会社のホームページなんですけど、それが出てきてもう、町状態ですね。もう人気で職人の作り町で、だけどどうしてもそれ欲しいと思ったから結局そこで買ったんですよ。で、そういう時に、どこで検索エンジンが出てきて、ね、どこで決めてるなっていうことがあるじゃないですか。で、実際にそういうものをここにね、書いていくべきなんですね。結局私は最終的に日傘って検索して買ったわけだけど、日傘の前にやってることあるじゃないですか。それは一人一人全然違いますよね。だからそれをこれ書けていて書けないんですよ。自分の体験談だけだけど書けないですよね。だからインタビューで聞きなさいって言うんです。さっきありましたよね、インタビューで聞きなさいって言ったのは、みんながなぜ自分のところに来て買ってるのかっていうのを聞かないとわからないわけです。あ、そうかそうか、1万円だけダメなんだってことは、最初にそういう私が考えたってことを、ね、聞き出さない限りわからないですね。で、自分が逆に、ね、売れない笠谷の方だとしたら、売れなかった笠谷の方だとしたら、あ、そうなんだってことがわかれば、ね、今度は改善することができるわけです。で、まずこういうふうに聞くっていうことです。はい、で、1個これ参考までにこれ入れましたけど、顧客感情を合わせた広告の権利を見つけるということで、場所、餌、釣り糸、漁港、タイミングってありますけど、こういうことをですね、意識して、広告とかですね、ホームページ作りに活かします。で、ここはちょっとあまり詳しくありませんが、まずですね、シナリオを書いてみる。で、皆さんが、なんかこう一つちょっと、なんていうのかな、まあ多分ギフト系がいいと思うんですけど、もしくは、1万円以上ぐらいのもの、1万円以上ぐらいのものを買うときに、実際に買うまでにどうやって買ったかっていうのを一回ね、まとめてみるといいと思います。自分の商品じゃなくていいですよ。何の商品でもいいんだけど、結構ですね、心は動いてます。ああだこだ、ああだこだと。で、それを全部、起こすんですよ。で、私は、子供にランドセルを買ってあげたときに、今年小学1年生だったんで、ランドセルを買ってあげたときに散々迷って、買ったんだけど、それを全部残してるんですよ、日記で。今ここまで悩んでますって残してるんだけど、これは、多分ランドセル屋さんにしてたら相当勉強になると思います。でですね、面白いんですよ。もう結局こう何ヶ月も前から、もう来年1年生だからランドセル買わなきゃなと思ってるんだけど、いきなりもう、ね、半年前からランドセルとか検索しなくて、でもうなんかいろんな人にもうそろそろ考えてるとか、いろんな人に言われて、ああ考えなきゃな、考えなきゃなと思いながらも買わないじゃないですか、すぐ。それはなぜかというとニーズが高まってないからです。っていうのをずっとね、分析すると面白いです。なので1万以上の買い物をぜひですね、ちょっとシナリオを書いてみると、いいと思います。まずですね、ちょっといきなりなんですけど、皆さんちょっと質問してみたいと思うので、どちらかにですね、手を挙げていただきたいんですが、これ冷凍餃子を焼いたものです。焼いたものなんですけど、写真一緒です。写真一緒で、ここに、いろんな条件があるんですけど、まず一番上のこっちの冷凍餃子は300円で、こっちは500円という条件1個しかない時に、どっちの餃子を食べたいか手を挙げてください。左の300円という、はい、
右の500円とか。それしかないんですよ、条件。下ないんですよ。みんな何で高いの思いますか。まあいいよ。じゃあ今度、何ですか。日本製。いや、だから1しかないんですよ、条件。これはないんですよ。ああ、すみません。300、500しか書いてなかったらどっちがいいですか。下見ちゃダメですよ。じゃあ今度2番目に、左は300円の中国製、右は500円の日本製、では聞きます。左の人、右の人、全員になりました。じゃあ今度3番目、3つ条件を変えます。300の中国製の賞味期限前、500の日本製の賞味期限切れ、はい、左の人、はい、右の人。じゃあ今度条件もう一個変えます。左は300の中国製の賞味期限前の周富徳が作ったもの、右は500円日本製賞味期限切れの横田修林という怪しい人が作ったはい、左で、左がいいです。右がいいです。右ゼロです。はい、じゃあ今度5番目ですね、1から4プラス中身がチョコレート、周富徳なんだけど中身がチョコレート、右は、本来のグル、はい、左がいいって人、チョコレート、はい、右がいいって人、はい、ありがとうございます。左はですね、今度6番目に、注文して5分で出てきます。右は、1時間かかります。横田さん遅いです、はい、左がいいって人、はい、右がいいって人はい、左はですね、1から6プラステレビマスコミ取材殺到だと書いてある。右はお取り寄せランキング1位、遅いけど、お取り寄せは大丈夫だから、お取り寄せではランキング1位らしいです。はい、左がいいって人、はい、右がいいって人、はい、ありがとうございます。はい、これ今何を皆さんにやってもらったかというと、ずっと左の人、ずっと右の人は多分いなかったと思います。これは要するに、写真では決めたんではなくて、ここに書かれている条件というかスペックによって人はこれだけ左右されるということですね。だから商品の説明を書くときにどういうことを書くかで、これだけ人って、売れるということですね。なので商品説明というのは非常に大事なんですね。写真で美味しそうだからと思ってても、結局その決め手はこの説明の文章、情報の方で決めることがあるということが分かっていただけるんじゃないかと思うんですけど、なので、自分の商品の売り説明文は、ちゃんと書きましょうね。でその説明文を書いたから逆にマイナスになる場合もあるとですね、良かれと思って書くけどそれがマイナスになってるかもしれない。まあ、マイナスでも書くべきなんですけど、本当は書くべきだけど、そのぐらい左右されるっていうことです。はい、で今日はこの後ですね、これさっきと同じですね、コンセプトを、決めていくって話をしていくんですが、ちょっとさっき事例でも紹介しましたけど、ライフスタイルと購買行動変化を捉えるというので、6つですね、ちょっとでお話します。これさっき話した例なんですね、誕生日の日傘の例です。で、ここのサイトで私が買うために、どんだけのね、シナリオがあったかっていうことをさっき話したわけなんですが、すごいんですよ、本当に紫外線 100% で、本当にいい傘です。高いけど、今でもうちの奥さん愛用してますが、この傘を、まあ、話をしました、ね、で今度これ、ほとんど旅館が失敗しているコンペ政策ということで、増田達夫さんという柴田の、増田達夫さんのちょっと話を簡単にしたいと思いますが、ほとんどの旅館のホームページは、皆さんも、感じていらっしゃると思うんだけど、ダメなんです。ダメダメなんです。で、なんでかっていうと、なんか例えば新潟温泉とかね、新潟旅館とか検索したら一杯出てくるんです、旅館のホームページ。みんなフラッシュって分かりますか、動画みたいに。ですごい綺麗なホームページで、料理が出て、お風呂が出て、お部屋が出て、なんとか出て、素敵でしょみたいなやつですよね。ほとんど全部一緒ですよね。で、実際行ったらどうですか。実際行って、その素敵だなと思って行くけど、って思うことないですか。
あどうやってあの お風呂の写真撮ったのっていうか、この部屋の写真どこやろかってなるじゃないですか。そうなるとどうなるかっていうと、お客さんの声が入らないんですよ。要するに期待度が上がって、わーすごいからって言って決めて、それで決めたのに行ったらえーってなるから、あの結局お客さんの声が、まあ普通でしたみたいな感じで、思ったよりダメでしたみたいな感じになるじゃないですか。そうするとお客様の声を集めて、それを乗せて売り上げをね、上げていこうっていうね、さっきの話をしましたけど、それにならないんですよ。で結局綺麗合戦にはなってるわけですよ。綺麗合戦になるんだけど、みんな綺麗だから結局綺麗っていうことでも今決められないじゃないですか。だから本当は綺麗も大事なんだけど、それはね、自分のお店が自分のとこいいっていうのは当たり前なので、そうではなくて、あの本当に良かったよっていう声をいかに集めるか大事なんですね。だからホームページはダサい方がいいんですよ。特に旅館の場合ダサくして、行ったら意外にすごいじゃんっていう方がいいレビューが集まる。でほとんどの旅館が失敗する。それよりは、SEO とかキーワード広告っていうのを頑張って、とにかくホームページを見せる露出を増やして、でとりあえずね、来てもらえば、見てもらえればお客さんの声がいっぱい載ってるので、そしたらみんながね、いいって言ってるからいいんかなと思って決めてもらった方がいいんです。その自分の商品やサービスとか綺麗だからっていう決め方じゃなくて、ね、お店がいいからっていう決めさせるんじゃなくて、みんながいいって言ってるからうちも決めようってさした方がいいと思います。わかります？で、言って本当ダメだったらダメなんですよ。それやったけど、普通じゃんって言われたらまたレビューは集まらないんで、もちろんいい商品やサービスを作ることが大事なんだけど、 あまりこう飾りすぎないとですね。それよりは、その露出を頑張って、お客様の声とか、さっき挙げた10項目ですね、10項目で、第三者に語らせて成立された方がいいと思います。旅館とですね、あと多分、住宅も多分半分ぐらいそうじゃないかと思うんですけど、綺麗じゃない方が多分いいんですと思います。で、次にですね、検索エンジン売れない物販ということで、ここにあるんですけど、バースデーケーキカタログっていうの、これ何だっけ、これ楽天だったかな、楽天ですね、楽天の、ものなんですね。いわゆる、ウォンツ型の商品っていうものは、一般的には検索しないっていう話をしましたね。なので、こういうふうな楽天とかっていうところに、出して売った方がいいんですね。でここにあるのは全部これ広告です。楽天のバースデーコーナーとか、なんかこういうコーナーのところにある写真って全部広告です。なんかこうやって集客しなきゃいけなかったんですね、今までは。でそれがさっき、前々回話しているように、酒粕とかの例でもあるように、 Facebook っていうのを使うと、ウォンツが高い人を集めて、そこから、自分のホームページ、商売につなげるっていう方法ができてきたので、参考になるんじゃないかと思いますね。っていう話をですね、この間のセミナーでしたら、ある社労士の方が、その後メールをくださって、酒粕の例はよく分かりました、でうちの会社は普通名刺で作るのはどうしたらいいんですかっていう質問が来たんですけど、これ困りますなぜかっていうと、ウォンツがないからですね。だからウォンツ商品であれば、普通名刺で集めてできるけど、社労士の商売でウォンツを高めてっていうのがないですよね、皆さんの。要するにみんなすごいいいないいなと思っていて、だったらここにしようっていう形で社労士をお願いしようっていう決め方がないので、だから戦略が間違うっていうんですね。社労士がやるには、そういうウォンツを高めてじゃなくて、社労士を頼みたい人に、どうせだったらっていうことでマインドシェアを取って、自分のことを売ってですね、でどうせだったらこの社労士に頼もう、もしくは、こんなニーズを叶えますよっていう検索エンジンで集客した方がいいんです、ね、これ戦略の違い。だからみんながみんなその、普通名刺やればいいって話じゃなくて、自分の商売に合った集客方法、ビジネスモデルがあるわけですね、を抑えてほしいなと思うんですが、この間私
中島茂雄さんのですね、教材を見ててすごい勉強になったのが、安眠グッズってあるじゃないですか。安眠グッズって基本的にウォンツですよね。どうせならぐっすり眠りたいと思ってるからウォンツなので、検索エンジンでは集客できないんですね。ニーズがないからそもそも検索しない、どうせならと思ってるから検索しないでしょ。だけど検索エンジンで集客できる方法があるって話をそのビデオの DVD の中でしてたんです。で、何かって言ったら、ぐっすり眠りたいっていう人の中でニーズとしてあるのが、眠りたいから睡眠薬を飲んでる方がいるんですね。睡眠薬を飲んで眠ってる方がいて、その人が睡眠薬の効能とか睡眠薬なんとかって感じで、できれば睡眠薬飲まないんで、ね、眠りたいかなということで睡眠薬とかについて調べてる人がいるわけです。その人に安眠グッズっていうのはあるんですね、道として。それはニーズとして睡眠薬について調べてるっていうのを検索してるわけだけど、その人に、安眠グッズっていうものを提供する。この辺がね、目から動くんですね。だから自分の商売において、ウォンツだと思ってるとウォンツだけじゃなくて、そのブックスキャンじゃないけど、そのニーズとうまく組み合わせるとあるっていうことなんですね。で、それは、やっぱ一番簡単なのはお客さんに聞いた方が早いんです。自分の商品を買ってくれた人に、何で買ったんですかって言ったら、いや睡眠薬飲んでたんだけど、睡眠薬じゃなくて眠れるようになりたいと思ってっていうのがあったら、そういう切り口があるんだねってことが分かる。はい、次です。これはですね、特にネットショップの場合、有効な方法なんですが、例えばキックボードって分かりますか？ここに左にあるような足で蹴っていくやつ。で、キックボードをネットショップで売りたいなと思った時に、普通友達がキックボードを持った時に、これを自分の子供にも買ってあげたいなと思った時に、これってスポーツ店にあるのかな、ホームセンターなのかな、自転車屋なのかな、おもちゃ屋なのかなってちょっと迷いますよね。どこにもありそうだけど、どこにもないかもしれないんです。こういうものって、ネットに向いてるんですよ。だから検索するんですよ。要するにパッと、その商品欲しいなと思った時に、あ、それはホームセンター行けばあるなと思えば行った方が早いんですよね。手に取って見れるし、物があるんだよ。だけど、わからないものってあるんですね、こういうもの。例えば、有名な例ではネットショップで鎧が売れてるんですけど、鎧を買いたいなと思った時に思い浮かばないし、売ってるお店が、要するに皆さんが思い描いているカテゴリーの中に存在しないものっていうのはネットで売れるんですね。で、写真館でも、成功しているのが、あれです、フォトウェディングなんですね。フォトウェディングっていうのは、どこの写真館も結婚式の写真撮れますって言ってるんだけど、それぞれ写真館の、お店の前に書いてないんですよ。みんな七五三とか、なんか成人式って書いてあるんですよ。だから写真館は、成人式とか七五三の写真とか、なんか照明写真を撮るところで、その結婚式の写真は撮るんではないんじゃないかなって思ってるんですよ、みんな。言ったけど、やってませんよって言われて嫌だから、そういうものって検索するんですよね。だから皆さんの商材で見たときに、皆さんは自分のところにあるからあるじゃんと思うんだけど、一般的に見て、そのなんか普通のカテゴリーに入らないものっていうのは結構ネット向きなんですね。で、有名な例ではテレビ台っていうのがあるんですね。テレビ台も、私の知り合いでネットですごい売ってるんですけど、テレビの台ですよ。テレビの台は、家具屋じゃないと思うけど、家具屋には実はあんまないんですよね。台だけ並べてても邪魔ですよね。だから、じゃあ山田電機かって言ったら、山田電機が家電屋なのに台ばっか並べてたらやっぱり、ね、邪魔じゃないですか。だからどっちにもそんなにないんですよ。ただやっぱネットで買うしかないですよね。っていうもの、こう微妙なカテゴリーのところ。あとですね、ガーデンファーニチャーといって、お庭に置く椅子とかテーブルとか、
ていうのもネットで売れるんですけど、これも家具屋なんか、なんかガーデンなんとかってお店なんかって言ったら、どこにもそんなに置いてないじゃないですか。邪魔だし。こういうのはネットで売ってます。なので、さっきずっとね、キーワードの話をしてきましたけど、キーワードでも、分析する方法ができるんですが、そもそも、皆さんが普通の生活しているときにカテゴリーにないもの、入りにくいものっていうのは、結構ネット向きなんですね。でちょっとそういう切り口でも考えてみていただければと思います。ちなみにキックボードっていうのはこれ商標なんですよね。なので、キックボードで本当は SEO したらこの、ね、商標持ってるとかダメだったらダメなんですけど、こういうものもあります。はい、次ですね、子育てマンの買ってもらう秘訣はということで、これはうちのお客さんのですね、カモのお客さんのホームページとブログなんですが、ここにですね、子育てマンの買ってもらう秘訣はということで、まあ、ブログをね書いてるんですね。で、結局子育てママに共感してもらうためには一番いいのは自分が子育てママだったら一番いいんですよ。要するに気持ちが分かりますよね、相手の。だから、自分が、子供とこんなにね子育てに苦労してるよってことをブログに書いた方が、物は売れるんですね。でこれを、自分が子育てママじゃないのにまだ独身なのに売ろうと思ったらできないじゃないですか。で独身のくせにね子育てママの気持ち分かるからって、買う側は思っちゃうんで、これ向いてないんですよね。だから、戦略として、ブログでそういう独身で頑張ってますみたいなのを書かない方がいいんです。じゃあ独身で、ブログを書こうと思ったらどういうのを書いた方がいいんですか。逆に、子育て早く結婚して子供が欲しいんだっていう感じで書いて、子育て育児って大変なのっていうことを勉強させてみたいな感じで、そのいわゆるその子育てママに投稿させる仕組み、自己発信なんて他己発信なんて、に Facebook とかでやった方がいいですね。だそこには子育てママしか来ないんだけど、自分はまだね、経験ないか分からないけど、あそうなんですかありがとうございますということで、勉強させてもらうみたいな感じはありかもしれないですね。そういうのもあります。で、あとですね、これキャバクラ風俗業界学ぶことって書いてるんですが、これ新潟なんですね。新潟のこれネットショップでめちゃくちゃ売っているですね、ドレスのとこなんですけど、ここはいわゆるそのキャバクラの人の、ドレスっていうものをネットで売ってるところなんですね。で、これも、属性っていうのがやっぱありまして、圧倒的にですね、携帯で売れるんですよ。PC じゃなくて。で、どの時間に売れるかっていうと、キャバクラの子たちが、指名を受けないで待ってる時間に売れるんですよ。暇じゃないですか、待ってる時間。待ってる時間は暇なんだけど、携帯をいじれるから、でも服が命だから、結局、いい服ないかなっていう時に、そこに、PC がないわけですよ。で、携帯ショップで、キャバクラ向けですよみたいなホームページがあったら、そこ見て、ああ、いいなと思ったら、携帯で買うんですね。これはやっぱりお客さん その生活スタイルっていうものが分かっていないと、で PC で頑張っててもダメなわけです。で、あとですね、面白いなと思ったのは、箱では送らないってことですよね。服を箱で入れて送らない。袋で送るっていうのです。で、なんでかっていうと、こういう人ってめちゃくちゃ買うんですよね、商売。で、箱で送るとかさばって邪魔なんですよ。だから服、袋で、まあ、ゴミにすぐ捨てられるみたいな方がいいと思います。まあ、その辺もやっぱりその、業界のことを分かっていないと、お客さんのことを分かっていないと、まあ、分からない。だからやっぱ聞かないといけないですよね。というのがあります。はい、ではここまでですね、ちょっと前半いろいろと例を紹介したんですが、ちょっとですね、また切り替えましてですね、2つのブログを比較してみてくださいということで、A と B とですね、2つ入れます。皆さんのとあれですかね、前後ろになってるんですかね、ちょうど。
で、こうね、ざっと見ていただきたいんですけど、これは、さっきの子育てママのね、言っていたこの子が、タケノコが地元から取れたので、これをネットで売りたいと。2本980円で売りたいと思って、ブログを書いたわけですよ。こんなのがあるから、よかったら買いませんかみたいな。これが A なんですよ。A ですね。で、同じようなもので B っていうのがありました。でちょっとだけですね、3分ぐらいですか。はい、大体いいでしょうか。まあ、あえて聞きませんが、A と B では、多分 B の方が読んでて面白いなと思ったと思うんですね。で、これ B 書いたのは私が書いたんですよ。で、A と B、A はこの本人が書いたんです。B は私書いたんですよ。で、なんでこんなに違うかっていう、なんでこんなのが私が書けるかっていうと、これ体験なんです。で自分が、うちの奥さんが、子供に対してやってることを見てて、それをたまたまこのタケノコの話があったので、これなら俺は書けると思ったんですよ。だから書けたんですよ。で結局ですね、この子育てママの気持ちが分かるってことは、自分が体験してれば書けるんだけど、してないと書けないんですね、文章。リアリティがない。で、このことが結構大事なんですね。なので皆さんも、自分が商品を売りたいと思うのであれば、やっぱりそのお客さんのことが分かってなきゃいけないし、そもそも自分が、それを食べたり使ったることがなければ書けないものなんですね。ということで、ちょっとねここで紹介させていただいたんですが、これいいでしょうかね。でこれねちょっと書き方にコツがあってですね、あんまりやるとビジネスブログの書き方セミナーになっちゃうんですが、ポイントはですね、最初に、その相手の方のですね生活背景を書くっていうのがあって、この最初のですね、風邪をひかしたりとかして大変ですよねって言って、こんな状況ですよねっていうことがあって、でそこで生活スタイルを書くことによって、お客さんがそこに絞られるんですね。これペルソナっていうんですけど、そういう人へってことにそこでなってますね。で、その後にその人へのねぎらいを書くんですね。だから、こうこうで大変ですよねと。で、ここで共感を得るんですね。こんな方へっていうのが書いてあって、で、でも皆さんこうこうこうで大変ですよねっていうことが書いてあって、で、そこでって言って解決策というか、こんなものがあるんですよって言って、初めてそこで商品の話をすると、読みやすいというか、乗ってくると
ものなんですね。で、まあ、こういう、ね、書き方があるんですが、参考にしてください。で、次にですね、ちょっとこれ CM をお見せできないんですが、ダイハツのですね、ミラーのコマーシャルがありまして、これもうちょっと前なんで今もう流れてないんですが、こう書いてる通りなんですけど、西山さんこれすごくいいねと、でどうって言ったら、なんだろう、本人は、ベンツ君は車なんて走ればいいじゃんって言ってるんだけど、じゃあ彼女なんて誰でもいいのって言った、いやおしゃれな人がいいですみたいなやり取りがあるんですけど、これ、まあ、何を言いたいかっていうとですね、結局その何でもじゃなくて、何がいいよっていうことをちゃんと言わなきゃいけないってことをこれ言いたかったんですが、ちょっとこれ CM を見ないとちょっと伝えづらいのでちょっと飛ばしますけど、こういうコマーシャルを見ててもそのなんていうのかな、このコマーシャルで何を伝えたいのかなっていうことを、考えながらコマーシャルを見るんですよ。そうすると、休む時ないんですけど、普通のテレビはちゃんと見てるし、コマーシャルって皆さん休む時じゃないです。でもコマーシャルが結構大事なんですね。みんなが商品を売るためにいろいろ頑張って作ってるから、なんでこのコマーシャルを作ってるのか、何のために、ね、何を売ろうと思ってやってるのかっていうことを考えながら見ると、まあ、休むはないんですが、視点としてそういう視点を持つことが大事なんですね。皆さんが経営者として物を売っていくんだけど、なので、ぜひ意識してみていただきたいと思います。でこれちょっともう去年の例なんでちょっと古い今年バージョン直してないんですが、これは昨年使ったレジュメでちょっと使い回しになってますけど、これ昨年ですね、還暦を迎えた方々なんですね。で今年61歳の方々なんですけど、この方々は全員61歳なんです。その時にじゃあ、60代の男性とか女性とかって言って、それだけで選べる、なんていうかな、文章を書けるかっていうことなんですね。例えば矢沢永吉さんに買ってもらおうと思って文章を書くのと、浅野寛平さんに買ってもらうので同じ文章では動かないでしょってところ、これタイプ全然違うじゃないですか。だから60代の男性とかですね、そういうものでお客さんを絞るっていうのはなしだよって思いますね。で、私がおすすめしてたのは物販されてる方は、特にそうなんですけど、例えばこういうもう芸能人の名前を出してですね、毎日今日誕生日を迎える方やってるので、今日誕生日の人にあなただったらうちの商品のこれをプレゼントしたいですみたいな感じで1日1人ずつ名を出してブログを書いてほしいんです。皆さんが誰にでも商品売れるっていう自信があるんだったら、誰にでもですね芸能人の名前を使って、この人ならこういう特性があるからこういう性格だからうちの商品これおすすめですよって言えるはずなんですよ。まあ、日本酒を売る場合でも写真を撮る場合でも家を売る場合でも絶対に言えるはずなんですよ。だそういうブログを書くっていうのはもう面白いんですよ。まあ、実際に書いてらっしゃる方もいますが、これぜひね、やってほしいんですよ。まあ、例えばもう、還暦祝いでも売るんだったら60歳の芸能人だけでいいですけど、そうじゃなくて、まあそうじゃないので、いろんな芸能人でいいんで、今日誕生日の人でってことで、何々さん今日誕生日でございますって言って、もしくは、その成人式のなんか乗りたいんだったら成人式になる人に、あなただったらこうこうこうでこうでみたいな感じで、書いてみると、もしかして本人が見るかもしれないんで、で結構本人見ますからね、芸能人。エゴサーチって言いまして、自分の名前で検索して、で検索結果に24時間以内にどういうのが書かれてるかって芸能人って見るんですよ。もしくは事務所の人とか、で本人も芸能人って、まあ、基本的に自分好きな人多いんで、自分のことがどう書かれてるか気になるから見てるんですね。でそこでちゃんと皆さんがおすすめ、この芸能人これおすすめですよって書いてたら、もしかしたら買ってくれるかもしれないし、なんかメッセージくるかもしれないし、まあそういう、ターゲットを決めた時にそれに対して、自分のメッセージを書く訓練にもなるんですね。ただ例えば私がこのおいお茶っていうのを売ろうと思った時に、毎日同じ文章にならないはずなんですよ。この
矢沢永吉にこのお茶を売るときに書く文章と波佐間寛平に書くときと、屋敷高寺に書くときに同じ文章にならないんです。それは相手のことが分かって、相手はこんな生活ですよねと、でこうこうこうで大変ですよねって言って、だったらうちの商品はこうこうこうでこんなのがいいんじゃないですかっていう文章になるので、ただ絶対一緒にならないんです。そういうのを毎日やってると、ここの店ってなんかどんなものでもこうね、どんな人にでも売れるんだなとか、どんな商品でも作れるんだなとか、どんな家でも建てれるんだなっていうふうに思うんです。だから提案力、自分のところは何でもできるよっていうことを示したいんであれば、芸能人を使うというのが一番いいと思います。で、本人は別にね、責められてるわけじゃないから別に嫌な気はしないので、どんどん名前を使ってもいいと思います。で、これを、企業でもできると思います。企業でも、もういろんな会社名、有名な会社にうちの、システムとかうちのものを使ってもらうにはみたいな感じで、こうだと使ってもらったらいいのになみたいな感じで書いていってもいいと思います。でも実際営業をそうやって提案してるはずなんで、そういう点を書いてもいいと思います。で、このアイデアはですね、出村邦彦さんという方が、手書きチラシの達人の出村さんという方がからちょっともらったアイデアをちょっとアレンジしたものなんですけど、出村さんという方が言ってたのはですね、リフォーム屋さんがあるじゃないですか。リフォーム屋さんが本当にリフォームの仕事を欲しかったら、自分の住んでる町に町を歩いて一軒一軒その人の家の前でその家を見ながらチラシをかけて、その家向けた、あなたの家こうこうこうでこうだからもっと見はこうした方がいいんじゃないですかって手書きで書いてポストインしてくださいと、一軒一軒。そしたら全部同じチラシにならないじゃん。っていうか自分のこと書かれてるチラシだと思うから、絶対その方が反応率上がりますよって話をしてたんだけど、まあ、究極はそういうことなんですよね。だからまあそれは地元密着の方はそれでいいと思うんだけど、ネットで集客する方は、まあそれやってると大変なんで、まあ、こういう有名な方を使って、やってみられるという方法もあります。で、次にですね、これは雑誌を利用したターゲティングをしている方ということで、紹介してるんですが、これは女性誌の代表的な8つをですね、ちょっと出してみたんですが、これ共通して分かることっていうのが、まあ、いくつかあって、一つは全員ピンクってことですね。全部ピンクですよ、ね、これマゼンタっていうんですけど、この色ですね、この色、まあ、この色が一番分かりやすい、まあ、これもいいんですけど、まあ、これが一番正しいのか、このぐらいの色。マゼンタっていう色の種類があって、ちょっとピンクよりちょっと濃い赤っぽいピンクなんですけど、これが、女性は大好きな色なんですね。だから、女性に物を売りたいんだったらもうこの色で作った方が一番手っ取り早いんですよ。ホームページとかのメインカラーがこれになっていくのが本当は手っ取り早いんですけど、で、あともう一個はですね、これ全員ですね、カメラ目線になってる、こっちを見てますよね、横顔もないじゃないですか。で、雑誌って横顔ダメなんですって。結局これがこう置いてあるじゃないですか。で、目が合わないと手に取らないんです。なんか目が合うようになってますね、読者と。で、これはホームページも実は一緒で、顔を出すっていうのは大事なのは目が合うと、困るからです。困るって見ちゃうんです。実店舗でもそうですよね。新しいお店に行った時に店長さんがいらっしゃいって言って目があったらそのまま帰りづらいじゃないですか。これ一緒なんです。ホームページでも目が合うとちょっと見なきゃって思うんです。で、結構大事で、あともう一個はこれ2つずつ挙げてるんですね、ゼクシーと結婚参加、そのターゲットが全然違うんですね。同じ結婚の雑誌なんだけどターゲット全然違う。こっち日本人、こっち外人です。で、こっちは、その日本人、結婚参加も日本語になっているように、この人みたいな、結婚式を挙げたいなということで、このモデルさんですよね、モデルさんがやっぱ大事なんです。この人のような結婚式を挙げたいと思うときに、こっちになるんです。に対して、こちらの方は憧れなんです。外国人のような、こんな素敵な結婚式を挙げたいっていう、ちょっと自分の
結婚なんていうかステージよりも上の結婚式を挙げたいっていう人がこっちを転倒しちゃう。それはもう戦略、お客さんの層を分けてるんですね。これなんかもう分かりやすいと思うんですよ。これとこれ、これ両方奥さんの雑誌です。夫人が奥さんが読むね、若いママが読む雑誌なんだけど、こっち松坂子です。松坂子に憧れてる人がこっちを手に取るんだけど、こっちはどこが分からんおばさんが出てます。でこっちがもうリアリティがある、もう本当なんかね、その辺の細かい、奥さんが好きそうな話が、大好きな人が読む雑誌という感じで、こう分かれてるんですね。こういうふうに、雑誌はですね、もうこうやって本屋に置かれるので、自分の本を読んでもらうためにターゲティングって言って、そのペルソナって言うんですが、こういうお客さんにっていうことで決めたら、それを答えるためにデザインだったり、モデルだったり、キャッチコピーだったりっていうのを考えてるんです。これはホームページも一緒です。例えば、お茶って検索したときに、この8つのサイトが出てきたときに、どこで買うかっていうのは、その前も言いましたね、エコで買うのか、おばさんのところで買うのかっていうのは、そのターゲットが決めるわけなので、非常に大事ですよということですね。なので、ターゲットより角度を変えてブログを書くというのは、非常に大事です。ぜひやってみてください。でですね、ちょっとペルソナの話をしたいと思うんですが、これ非常に懐かしい、皆さんご存知ですかね。私好きなんですけど、ジッタリンジンっていうですね、バンドのプレゼントっていう歌があるんですが、これの歌詞がですね、あなたが私にくれたものっていうことで、プレゼント、もらったものをですね、ずっと一覧に上げてるんですが、この歌詞っていうのは書けないんですよ、普通。これおそらく私本人に聞いたわけじゃないですけど、ある程度は、本人が実際に体験したことじゃなければ多分書けないと思います、うん、こうなんか全然こう脈絡のないようなものをたくさんこう上げていくってなかなか実際に書けないものなんですね。でこれは実際にもう、そういう経験があったりとか、そういう話を聞いたりとかしてるから、それをもとに歌詞って起こせるんですよ。で、ペルソナっていうのはもうそのぐらい、自分がこの人に買ってもらいたいと思って決めることを言うんですね。ペルソナっていうのはターゲットのもっと狭いものを言うんですが、これは、ネット通販される場合はとにかくものすごい狭くていいんですよ。でどのぐらい狭くていいかっていうと、例えばですね、最近でもありましたけど、結婚式に何ですかね、曲が出てこないんですが、コブクロの歌もそうだけど、トワニですかね、もうそうですけど、大体ですね、結婚式のウェディングソングっていうのは、友達の結婚式の時に曲作ってくれって言われて、作ったやつが、意外に好評だったので、CD 化したら売れたっていうパターンがいっぱいあるんですよ。で、あれは、その人のために作ってるんですよ、本来は。だけど、それを見てみんなが共感することってあるじゃないですか。で、本当はそのぐらいで全然いいんですね。で、大事なことはですね、その人のために作った曲にもかかわらず、100万枚のヒット曲、ミリオンセラーって言っても、ミリオンセラーっていうのは、日本の人口の 1% なんですよ。100万人で。だからたった一人のために作ったとしても100万人に伝わる、共感してくれるってことですね。そのぐらい、世の中にいろんな人がいっぱいいて、で一人でも、ものすごい仕様があるってことですね。それと同じのに共感する人がいっぱいいるってことですね。だからもう誰にでもいいっていうホームページをしなくたって全然いいってことですね。なので、もうちょっとターゲットを絞ってみませんかということで、ちょっと例で紹介しました。はい。で次のページですね。でちょっとですね、今度は、付加価値の話をしたいと思いますが、これはもう散々私が使っている、ものなんですが、皆さんにとって価値があるものっていうものですね、何だろうかといった場合に、例えば、5つでも分かります、お金で買える安いもの、自分はビールをなきゃ生きていけないっていう場合はビールは安いけど、価値があるんですね、自分にとって。
質問したら、過去におしんこって答えた人がいました。私はメロンパン好きなんで、メロンパンがないと、困ります。で、一方でお金で買える、高価なものっていうのもあります。で、3番目、お金そのものっていうのもあります。で、4番目はお金では買えない実在するものっていうのもあります。まあ、金で買えないですよね、原則は。で、5番目はお金では買えない実在しないものなんですね。この5つが分かれたときに、この一番下にある安らぎとか健康とか癒しとか夢とか希望とかですね、思い出とか、こういったものっていうのは、何かっていうと、物としてないじゃないですか。だけど実際にはこの一番安いものを買うときにこれを一緒に買ってるんですね。もちろん高いものもそうなんだけど、例えば、布団を買うことによってこれで、ぐっすり眠れるっていうものを買ってるわけです。布団を買ってるだけじゃないですね。で、携帯電話は1円かもしれないけど、携帯電話を買うことによって、彼女といつでもね、連絡を取れますよっていうのを買ってるんですよ。だからテレビコマーシャルも、こういうふうなことをキャッチコピーに入れてるんですね。1円ですよって言ってしまえばそれもあります。付加価値っていうのはその商品にどのぐらいその付加価値を乗せるかが勝負ですね。で、例えば、布団の例で言いますと、これをすごいいいですよと、安らげますよとか、すごいぐっすり眠れますよとかっていうのをばっかり言って実際に物が悪かったら詐欺って言われるんですよ。だけど、商売と詐欺っていうのは紙一重なんですよ。なんですよね。で、ギリギリまでは OK だけど、どうすぎるとコラーと怒られるんですよ。で、このコラーと怒られる基準はどこにあるかっていうと、国が法律で規制をかけるんです。ある人が商売を始めて、この値段、物に対して例えば10万円で、10万円のもので、ね、ボンボン出てったら、俺本当はね、50円でしょ、50円なのに10万円はどうなのっていうことでクレームが出てきたら、法律で、そういうのはまずいですよということで規制がかかったりとか、裁判になったりするわけです。だけどそのギリギリまでは一応 OK なんですよ。その辺が商売の難しいところで、で、ボロ儲けする人には、そういうふうな規制が入るので必ず。だけどギリギリまでは大丈夫なんですよ。だからまあ別に皆さんギリギリを攻めろということではなくて、付加価値っていうものをつけなきゃいけないんですね。なので、皆さんの商品を買う、商品やサービスを使うことによってどうやって、お金では買えない、実在しないものを一緒に乗せて売るかということが、ポイントになります。で、次のページにですね、ありますように、商品は、値段と感動の2大要素で来ている、これは私が考えた言葉なんですけど、商品っていうのは値段があって初めて感動が決まる。さっきの、旅館の話もしましたけど、1万円の、宿泊をしたのに1万円以上の価値があるから感動するんですよ。でもこれ2万円なのに、ね、さっきと同じホテルだから2万円の価値ないと思ったら感動しないわけですよ。これ値段があって初めてそれを、期待を上回るか上回らないかっていうのは値段で決まってるんですよ。だから、まあ、大きくは私この値段と、感動の2大要素じゃないかと思ってますね。で、どのぐらい値段とにギャップを与えられるかって、この感動っていうのは、付加価値度合いなんですよね、にかかっています。で、あとはですね、一般的には、商品は特徴と、利益でできているんです とも言います。特徴っていうのがあって、それに、効果、結果、変化っていうのがあって、まあ、これが利益だという言い方もあるんですが、まあ、私は、値段と感動が分かりやすいかなと思います。なので皆さんのところも この辺をですね、考えてほしいんですね。商品そのものの値段じゃなくて、感動を与えるかどうかというのを考えてほしいなと思います。で、ちょっとですね、小池屋のテレビコマーシャルを、有名なやつですけど、ちょっと見ていただきたいと思います。最後に小坂先生よろしいで。
人をたくさん愛してください。人とたくさん思い出を作ってください。心の袋も一緒に開けてみてください。本当ベースは、はい、このコマーシャルですね、非常にこう分かりやすくそれを捉えているんじゃないかと思うんですけど、たかが、おやつ1個ね、100円とか200円の買い物なんだけど、そうじゃないよと、いうことを、まあ、言ってるわけです。でこれってやっぱ感動するじゃないですか言うとだから、そういうようなもの作りですね、あのホームページ作りっていうのが、ぜひですね考えてほしいなと思うんですね。はい、でですね、ちょっとだけ、見ていただきたいものがあるんですが、これもちょっともう定番なんですが、今日皆さん5回お付き合いくださったので最後に感動をでこれはですね、私が好きな、アンパンマンの、映画の中で、命の星の通りっていうのがあるんですけど、これが本当に素晴らしくてですね、それの、ラスト10分ぐらいを、今からちょっと見ていただきたいと思います。話は後でします。見ますかね。